ょっと待って。まず最初に、体験者の人のね、お名前読み上げするが。和光さん、体験、ありがとう。今日はね、そう、菊花賞から始まるけんね。あ、そう、菊花賞の前にね、ちょっとみんなにお見せしたいのある。お見せしたいのある。ね。ケイミン Y さんも、大気ありがとうじゃよ。マリアさんも、大気ブリザードありがとう。ねえ、そうそう、明日のね、最終章後編ね、そうそう。あれも準備と、ガチャの更新。あ、その辺全然知らんうち。ね、セイちゃんとブライアンちゃん。え、ほんまにほんまに？グループサポか愉快な、ルドルフ一家。そんなのあるの？ねえ、すごい楽しみじゃねえ。ねえ。すごい、すごいカードなんかね、気になるね、すごい。ありがとう。白地みなかねさんも、大気ありがとうじゃよ。青春で使えんの？そんな。ゼルクさん、大気ありがとう。あ、ジュノさん、スパチャいつもありがとう。破れブロック、日本総大賞ねえ。うちのスペちゃんね、今ちょっと、ねすごい苦労しとるけど、今日のね、育成ではすごいね、頑張って、快進撃したいが。LP プルさんも、待機シャトルありがとう。まさひろさんもね、待機シャトル、ありがとうじゃよ。あ、ティーオルさんも、コンブイーン。佐野のにゃんこさん、お帰りなさい。お仕事お疲れ様ぞよ。ねえ、うちもね、これからね、ウマ娘、やるが。よいしょよいしょ。わくわさん、ねえ、徹夜いかね、すごい貫突。嬉しい。そんなサボがね、出してほしいけどね、ほんと。あ、そう。お見せしたいのはね、ちょっと待って、ちょっと待って。みんなね、みんなね、あれじゃね、よいしょ、よいしょ、よいしょ。これ、レースイベント。よっしゃ、決まってくれ。今日ね、そう、配信前にね、ちょっとデイリーとかのちょっと走り寄ったんじゃけど、ささって。なんかね、すごい。うまいこと生きよった。あ、アンさんいらっしゃい。これこれこれ。今ね、ちょっと、お恥ずかしい話なんじゃけどさ、うちさ、これ、ね、とりあえず参加賞もらったらよ、ね、良いって言ってさ、すごい、ね、ボタン、カチカチやっとるんじゃけど、未だにこれ、詳しいことよう分かっちゃらんくって、そう。楽しかったな。そう、これ、1位ないよ、1位。これすごい、これすごい、これすごい。ちょっと、まだこれからまだ、決勝ラウンド終了まで、まだこれやらんといけんのかね。ねえ、すごい、すごい。あ、すごいんじゃ、やった、ありがとう。これすごいの？そう。ちょっと、うちもさ、ちょっとここね、すごい、配信前じゃからさささって終わらせちゃおうって飛ばしちゃったからさ、そう。ね、見たい、これ。みんなでちょっとリプレイ見たい。ちょっと配信前、育成前に。そうそう。なんかね、そう、みんなの絶好調になりよるの、これ。ねえ、そう。ね、ゼルクさんありがとうね、すごいよね、その、お見せしたい、すごい。キラリと光るものを持っている。これって、もしかして一押しの馬娘ですね。前目につけるおー、すごーい、を掴んでほしいです、ね、これがみんなが言うちょっとやつ。ね、あ、ジュノさんも、おめでとう。あ、決勝出れるだけでも快挙なの。ね、そう、あ、和光さん。スーパーちゃんありがとう。
ってね。2面。おー、すごい。みんなの、こんなこと書かれるんだ。すごい。テンション上がる。あ、この前のみんなのあの、競馬の JRA のチャンネルの時の、ねえ、公式チャンネルの時のあの、新聞みたいな書き方しとるね。ね、あ、姉ちゃんも勝っちゃったの。やったー。二人で優勝じゃん。ね、あ、マリアさんもおめでとうじゃよー。毎回ないよね、そうそうそう。いやー、だってね、アクシュミナカズさんね、このオグリちゃんは本当にみんなでね、すごい、ね、うちのみんなに相談してアドバイスもらって、評価値はちょっと低いかもしれんけど、みんなの気持ちがね、すごい、いっぱいいっぱいこもった子じゃもん、すごい。ね。ねえ、そう、ワクオさんも一緒、やったー。ねえ、すごい。あ、そうなんじゃ、そうなんじゃ。ねえ、次、うちもさ、ようやくこの辺にね、すごい手が届くようになったから、そう、うちこの辺ちょっと億劫じゃったけどね、この辺のやつもすごいみんなと一緒にね、頑張れたら良いなって思えてきた、すごい。あ、くじみの風だ。あ、もうお疲れ様じゃよ。それはうちうちさ、そう。奇跡的に一回勝つこと以外はもう他全部3倍も3倍だったからな、すごい。いやー、毎回出して負けちゃうのすごい悔しくってさ、すごい。いたたまれんのよね、ほんとに。レース。ねえ、ちょっとみんなに見せたい、みんなに見せたい。よいしょ。うちもね、レースの進捗見たい。ね、3番人気者からさ、そう。ねえ、マリアさんね、そうそう。出走。おー、かっこいい。なにこれ。あ、カニ。うちの大好きなカニ。阪神芝2200メートル。あ、メイブさん、お疲れ様。 B グループ決勝勝ったの、おめでとう。最も人気を集めているのはここまで無敗三冠ウマ娘ゴールドシチー一番人気です。続く2番人気は三冠ウマ娘ゴールドシチー。あ、島月さん、ゴムイン。ねえ、キャンさん、はい、3番人気です。実力は間違いなく上位です。いや、そう、カニ道楽でお祝い。各馬娘ゲームに入って、あ、カバちゃん、コンブイ。あ、お疲れ様じゃよ。今日がね、みんなすごい決勝なんよね。みんな集中してましたね。コールレースが期待できそうです。全て必勝。アイデス風神とミホノブルボン、この二人が競り合っていると苦しい戦いを強いられているゴールドシチー。ねえ、すごい。ミホノブルボン、会長に飛ばしていきます。みんないっぱいスキル持っちょるね。続きました、アイデス風神。お参加、頑張りや。その後ろにオグリキャップ、すぐに続いて7番エルコンドルカッター。上がってきた、上がってきた。コーナーアイレス風神先頭に勝ちました。続いてミホノブルボン、アグネスタキオ。おー、プロフェッサーにマイフィスト。みんな持っちゃるのすごい。落ち着かない様子。ちょっと前に出ましたね。みんなかかって、2人ともかかってる。2馬身3馬身開いてミホノブルボン、さらにアグネスタキオ。キタちゃん逃げ切り、すごい。メイブさん先頭から進化に触れ、ねえ、逃げ切りかっこいい。順位を振り返っていきます。現在1番手はアイネス風神。それを見るように、ね、一陣の風に食いしん坊。いくれいくれいくれ。あー、まちゃん、うちのことや。さらにはオグリキャップ、後から7番エルフォンドルパッカー。外からね、すごい必殺技いっぱい発動する。ゴールドシチー、おー、すごい。タキオンちゃんも発動する。戦闘進みますが、やー、アイデス風神、彼女の客室。もう半分過ぎちょる、もう半分過ぎちょる。少し離れてアグネスタキオン、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート。1位だったら勝てないのね、そういうものなの。手に持ち重ねた、まだ
メグさん8位すごい。8番人気から1着になったのすごいね。おお、すごい、みんな必殺バトラッシュじゃん。見ていてくれ、これが私の全力だ。全力レベル5。100を通過、オグリキャップ。ここで抜け出したオグリキャップ。おお、すごい、オグリキャップ、オグリキャップ。いやね、すごいね、本当にあの順位からね上がったんじゃない、すごい。その名を歴史に刻みました。ねえ、いやー、よかった。これみんなに見せたかったんよ、すごい。よしね、お腹がすごい。いやー、でもタマちゃんも頑張ったのに悔しいね、すごい。あのみんなで育てたねメイクラのオグリちゃん、ほんとね、すごいね。こんな形ですごい恩返ししてからすごい嬉しかったんで、ほんとにね、ほんと。そうそう、これでね、すごいチャンピオンズミーティングにもね、すごい手が届きそうになってきたね。またあれね、あのチャンピオンズミーティングね、え、これってまだ続くの？これまだ続きおるの？あの具体的ななんかスケジュールとかわからんのじゃけどね、決勝ラウンド終了まで。あ、月縄さんいらっしゃいね。ジュノさんね、おぐりちゃん強い。競り合いね、そう、最後のお土産本当にね、かっこいい。あ、毎月あるんじゃんね。え、マリアさんね、そう、この辺もすごいね。あの、いや、うちあのほら、まだお迎えしたこの育成もさ、初育成もまだ全部終わっちゃらんから、あれね、並行してやらんといけんか、これね。次回のチャーミーまで育成頑張ってねって。うん、あ、まさひろさんお疲れ様じゃよ。いやー、すごい。いや、うちもさ、これ本当に本当にまぐれじゃね、本当に。次ね、本当にやった時に同じ結果出せるかって言われたらちょっとね、すごい。みんなすごいね、本当に。あ、ツタヤさん、フリーズ様いらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ね、あ、3着。次回は新潟直線、直線1000メートルじゃったらうちのバクチンちゃんの出番じゃん。ねえ、マリアさんね、うん。いろいろね、すごいみんなとね、あの、盛り上げていきたいが。あ、崩壊惑星さん。あ、かわちゃん、ほんまに？メフィラス星人もお祝いしとる？嬉しい。あ、これは違うね。はい。もう大丈夫そうね。はい。そんな感じでね、すごい。うちらのおぐりちゃんがやってくれたっていうことをちょっとね、ご報告したかったが。これね、あの、しばらくしたらのみんなが持ってるあの、新聞記事みたいなんくれるんかな？これ、新聞が欲しいの、新聞が欲しいの。お、レースにエントリーですか？ねえ、すごい。次もね、すごいの、キングちゃんとかの新聞欲しい。美味しいって思うとついついたくさん食べちゃうんですよね。正直、私の好きな言葉ですね。意見を、あの、かわちゃんのメフィラス星人さんの、いっぱい食べる、いっぱい食べるくせに割り勘の、割り勘する人じゃん。ダートちゃんみ。ついつい夜中まで鈴鹿さんね、ダートちゃんみじゃったら、おぐりちゃん頑張れる。楽しい。あー、デジタンちゃんね、さしき。刺される側はすごい悔しいよね、これ。上の方に号外のボタン。号外のボタン。お、ちょっと待ってね。号外のボタン。世話になったな。ありがとう。なさそう。お？あ、着順出るところまで飛ばして。ちょっと待って。ごめんね、2回目になってしまって申し訳ないが、ちょっとダイジェストで飛ばすね。よいしょ。オグリキャップ。このメンバー、ね、
いやー、かまちゃんさん、そのゾーフィー、あの、うちの配信、あの、炎上させてくれから嫌い。あのゾーフィー、声はええけど、うち嫌いじゃねえ、すごい。よし。レース終了後。おい。これね、これね、これね。うわー、すごーい。これが見たかったよ、うち。やったー。あ、ウルトラウマン。ウルトラウマン。ウルトラウマン。いやー、すごい。ねえ、スクショ、スクショする、スクショする。いやー、嬉しい、これ、すごい。堂々の完結、キャンサー杯。決勝を一着でゴールしたの、オグリキャップ。いやー、嬉しい。ウルトラウマン、ウルトラウマン。ねえ、そこ、ありがとう、みんな。これね、これと、あとこの月刊トゥインクルの増刊、あ、これはさっきのやつね。永久保存版ね。いやー、みんなのさ、あの、みんなのさ、ツイッターとか見ちゃってさ、ね、ええー、な、ええー、な、ええー、なーってずっと思っちゃったんじゃもん。やったー。うちもみんなとお揃いで持てる。ねえ、月の間さん。二人ともすごい。ええー、恋の人じゃからの、ザラブさんにあの、うちの配信ナレーションしてもらう。ね。いや、ねえ、自慢できる。あ、ひなたパパさん、ありがとう、おめでとう。ねえ、すごい嬉しい。よかったね。いや、本当にみんなありがとうね、そう。本当にありがとう。それだけ言いたかったね、そう。いやー、みんなで力合わせたら本当に何でもできちゃうね、これすごい。楽しかったなー。ありがとう。ね。すっごい楽しかった。次はね、あの、たまちゃんとかエルちゃんとかね、他の子も勝たせてあげたい。そうそう、かまちゃんね、そう、そうなの。くんくん、あれ雨の匂い、暑さを和らげてくれ、ね、そう、上級者の、上級者の A グループも行ってみたい。ね、あの、S とかの、あの、みんなが言うちょらの、魔境のところじゃね、魔境のところ。ねえ、マコウさんね。うん。って思うと、なるべくすごいね。ちゃんですよね。あの、予算はちょっと、お気持ちだけでも全然 OK だから、ね。上級の方、マクツ。イベント開催中。ね、みんながいれば何でもできる。ほんとね。いやー、スペちゃんね、すごい。参加してよかったね。ほいじゃほいじゃね、スペちゃんもね、また、一緒に頑張ろう。グレードリーグ。お母ちゃんから野菜がいっぱい届いたんですよ。え、そんなのあるの？ A、B の他にも。魔境、魔境なんじゃん。調整はバッチリですね。おー、いきなりここから。前回のあらすじ。光らない。以上。早くレースがしたいです。はい。ほいじゃほいじゃ。思いっきり力が出せます。グレートリーガー鬼。ねえ。あ、フィルさん、こんむいむい。遊びに来てくれてありがとう。友人以上。日本一の夢に向かって、全力疾走。友人以上で、S に届かんうちには確かにちょっと、あれね、あの、あれじゃね、あの、ちょっとついていけないレベルが違うやつじゃね。調整はバッチリですね。あとは本番で勝つだけです。ね、ワンピースの住人があの、ドラゴンボールの世界にあの、挑戦するようなもんじゃね。グレード B ですでに魔境なのに、A 社とほんまにやべえよ。いやー。レースがしたいです。今なら思いっきり力が出せます、ね。そうね、ジノさんね、そう、マエストロの発動するタイミングが全てかかっちゃる。あ、高しみしゃ、高しみしゃちゃん、初見さんいらっしゃいじゃよ。遊びに来てくれてありがとう。ね、なりぶーちゃん、シアネーズちゃんに勝った。すごーい。すごーい。にゅ、こんじゃばってん。
一着争い。リアータね。これもスクショ撮るが。よいしょ。ほいだほいだ、喫下少年出るが。出走。最も強い馬娘が勝つと言われちょる、喫下少にて、セレイヤースカイと対決する。スペちゃんは、日本一の夢を胸に、勝利を目指して走るのじゃった。注目の一番人気、4番。そうなんじゃ、かもちゃん。やっぱりグレードとかランクとか人気とか、やっぱり目安なんかな、いろいろ。クラシック三冠路線の終着点、ここを勝って、すごい。メイビさんのナリブーちゃん、ね、他のスキルで頑張ったってこと、すごい偉いね。よいしょ。ね、スキルはね、シューティングスターとスウェアスとマエストロと登山家。そうなんじゃ、 A リーグを SS から友人走る走る走るレースなのに殴り合いになってる。10番人気、5番。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を確認してほしいですね。ノンストップなしで勝つ、すごい。マックちゃん、メジロマックイーン、マックライバルたちは強力ですが、クリークママ、ね、2番人気、キングちゃん、キングヘイロー、9番人気はカイちゃんさん、4番人気、9番、シンボリルドルフ、9番人気、10番。ちょっと厳しいメンバーですが、ね、マリアさんね、本検討を期待したいですね。またね、すごい手が届けるようになるといいね、本当に。もう少しスピード感と力強さが欲しいところですね。すごいすごいお名前の子ちゃん、我が波動、我が波動、かっこいい。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を確認してほしいですね。マックちゃんもクリークちゃんも強そう。ジュンスちゃん、声優スカイ、てかキタルちゃん、14番、町金福キタル、中距離チャンピオンの子ね、検討を期待したいですね。一回ちゃんさ、いろんなチャンピオンミーティングに、ね、出してあげられるのすごいいいよね。12番人気、15番、14番人気は16番、ね、一歩ずつね、ステップ踏んでいく。17番、結果を残すのは難しいかもしれませんが、ねえ、和光さんね、経験を糧にしてほしいですね。おや、ラオウなの、ラオウなの、気をつけたいですね。メンタル面の成長が欲しいです。17番人気、2番、3番、ウイニングチケット、5番人気。そうね、差しにコンバートするのも、ね、ですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか、差しも確かに。5番人気は3番、チケゾーンちゃん、ウィニングチケット、注目アイアム早すぎるさね、我が波動さんかっこよい。パドックでも注目を集める、そうね、そうね、クラシック作戦変更して差しにするのも全然あるじゃけど、世代最強を証明してほしいですね。先行で大丈夫かな、ちょっと今回は。そうなの、警備員さん流用できんの。ああ、みんなが言っちゃったの、レースに合わせてスキル取得しとるからみたいな、あれかいね。いやー、難しいね、チャーミー。ほいじゃほいじゃね、早速スペちゃん出走じゃね。横画面、タキヨンちゃんの孫、そうなの。よいしょ。ねえ、マリアさんね、うちもお祈りしとく。内枠よりじゃね、内枠より。ねえ、まさひろさん、頑張る。ほーいじゃ、ほーいじゃ。早速ね、じゃん。スペちゃんね、一番人気じゃもん、きっと勝つね。出走いきます、けっぱれー。あ、ほんと、和光さん。ね、せっかくだからさ、みんなと育成配信でね、育てた子走らせてあげたい。キッカソークラシックロードの終着点、菊花賞を制し、最強の称号を手にするのは誰だ。3番人気にはセウンスカイ、ね、キングちゃんの方が人気。2番人気はこの子、キングヘイロー。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない、ダービー馬娘、ね、気分よく進めたい、本当に最高の栄誉を手にした走りで、ねえ、フィルさんね、そう、ダントツで1番になる。体勢整いました、スタート
です。ホップ冷やさけちゃん揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。そんな名前が通るの。ボーナスが期待できそうです。一番の声優スカイ、この二人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。バイタキオンちゃんとかすごいね。タキオンちゃんのすごい番座レースですが、一番早くも先頭に躍り出た。早くも激しい競り合い。やっぱりウースちゃん早い。スペシャルウィーク、そしてその外から行ったのはエコちゃん。後ろに中央なめなめさん来ちょる。いや早い。を進んで直線へ向かう。先頭がやや早いのか、縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。ねえ、ゼルクさんね、うちもすごい。メラメラする。続いて、一番スペシャルウィーク、ここにいます。その後、スーパークリーク。すぐに続いて、シンボリルドルフ、1個目のホームストレッチです。後ろが怖いね、後ろが怖いね。マックちゃんがね、すごい。狙っちょるのも怖いよ。さらにメジロマックイーン後ろ。ねえ、和光さんね、ほんとどうしよう。波動ちゃん来たらどうしよう。ねえ、セイちゃんはね、やっぱり安定の逃げじゃよね。まずはこれにどれだけ引き離されずにね、すごい追いつけるかじゃよね。まだまだ距離あるね。コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。セイウスカイ会長に飛ばしていきます。順位を振り返っていきます。ねえ、クリークママも怖い。そして一番サンバシンスタースペシャルウィーク。そう、波動ちゃんすごい。我が波動ちゃんすごい。名前が強そう。外目をついて2番、うちにはシンボリルドルフ。そして外目をついて、ねえ、そう、みんな結構後ろに寄るの。いやー、でもクリークママ追いついてきちゃう。離されんよ。さらにセイウスカイ、さらには一番、そしてその後ろから行くのはスペシャルウィーク。一馬身離れて、スペちゃん頑張れ、追いつけ。スキルが発動しない。2番並んでくる。そしてそのうちから行ったのはシンボリルドルフ。残り数メートルを追加。シューティングスター。さらには12番、そして外目を突き出してはキングヘイロー。内からウイニングチケット。そして外目を突き出してはメジロマックイーン。こっからだね、こっから。にゃー、キングちゃん来た。キングちゃんが来た。まもなく第4コーナーが。けっぱれー、けっぱれー。ここから先頭を捉えた。勝負は最後の直線に持ち越された。負けんね、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 負けんね。一番残り400、最終コーナー。後ろからマックちゃんも来てる。走れ、走れ、頑張れ、頑張れ。スペちゃん、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 にゃーにゃーにゃー。キングヘイロー、ゴールイン。圧巻の走りでレースを制した。勝ったのはキングヘイロー。菊の舞台で見事勝利をつかんだ。2着にはスペシャルウィーク、3着に入ったのはメジロマックイーン。1着は逃しちゃいました。でも嬉しいです。悔しい。やだ。次に繋がる。いや、うちは今勝ちたかったの。今勝ちたかったの。今勝ちたかったの。今勝ちたかったのよ。悔しい。キングちゃん、にゃー、マックちゃん後ろに来ちゃったんじゃん。にゃー、にゃー、ラビニさん、にゃー、消えちゃう。ゲーム病になって消えちゃう。いやー、みんな応援してくれたのに、うーん、ごめん。むちゃんこ悔しい。ねえ、KBY さんね、すごい。勝てるパターンじゃと思ったのにね、ほんとにね。キングちゃんがね、そう、キングちゃんがすごかった、最後ね。追い上げ。ほんまにすごかった。ねえ、そうそう、フィルさんね、ほんと。ねえ、ゼルクさんね、その後、まあ、そこでもう少し加速、末足でちょったらな、すごい。あれね、賢さ、ねえ、そう。賢さと根性上げちょかんとね、ほんとに。うちもちょっと傾向と対策見えてきたよ。ほいじゃ、ほいじゃね、じゃ、次のね、レースに向かって頑張るね。ねえ、マリアさんね、根性足りずらんかった。キッカ
賞にて見事声優スカイを破ったスペちゃん。だとリベンジに燃えるウスちゃんに改めて宣戦布告され、天皇賞春への気合が入るのじゃった。はい、ねえ、マコウさんね、ほんとほんと、ヤヌイさん頑張る。あい、でも目標は達成したね。ねえ、ジノさんね、シニアの夏合宿にかけるね。ねえ、ケミワイさんね、短縮の仕方間違っちゃるんかな。いつもじゃったらね、強くなった姿、メインシナリオ、すべての稲荷、にゃー、これ、ダメダメ、これじゃね、これこれ、メインシナリオイベントのみ短縮。なんかすごいダイジェストになっちゃると思ったら、そういうことね。よいしょ。ねえ、下振れちゃった。いやー、こっからじゃね、こっから。スタミナと根性あげるね。どうしよう。あ、ゆるっとさんいらっしゃい、こんばんは。あ、イーグマッシュさんもいらっしゃい。今北産業。ね。あ、スペちゃん、菊花賞2着で、キングちゃんに負けちゃった。あと、これからあれじゃね、賢さと根性あげてくね。ね。ねえ、ラビニさんね、なんか全然気がつかんかったね。ね、春手目指して頑張る。あ、ヒロさん、コンブイ、遊びに来てくれてありがとう。ね。あそこが青になっとると、すごい会話がダイジェストみたいになるんじゃね。気づかんかったね、すごい。ねえ、キングちゃん強かじゃよ、キングちゃん強か。ねえ、間違えちゃった。間違えちゃった。ねえ、フィルさんにマエストロがうまいこと発動せんかったが。ひとまずね、ちょっとスタミナ、根性、賢さね、頑張ってあげてく。よいしょ。お願いします。ねえ。オーバーワークになってしまうが、トレーナー白書、ジャパンカップ、シューズの状態よし、根幹距離と飛行機、根幹距離、ねえ、ゆるとさんにかかったりとかね、出遅れはなかったんよ、すごい。うまいことね、走り寄って、必殺技のシューティングスターもね、ちゃんと発動して、それ以外がちょっとね、弱かったかもしれんけど、いや、最後ね、キングちゃんに刺されてしまったの、やっぱり、根性足りんかったんかなーって。あ、ヒロさん、すごい !A プラス、うちも、それぐらい目指して頑張る。ねえ、マリアさんね、そういうことよね。しまったー、すごい。やりとりもっと見たかった。なんかすごいね。淡白に進み寄るなって思ったら、そういうことじゃったんで、ね。気がつかんかった。10万馬力。そろそろ刺しにしても良いかな。ね、刺しか先行。直角行とかあり得るもんね。パス上手。ひとまずちょっと。この状態でジャパンカップの予想を見る。ねえ、まさひろさんね、そうそうそう。ねえ、みんな言うてくれちょったのにね、そうそうそう。短縮、こんな、なんかこう、さりげない感じでこう、走おるんじゃね、なんかスパッと抜けちょるとか、早送りになっちゃったらさ、ガーってこう、ガーってこうさ、文字送りになっちゃったらさ、ほら、
ね、短縮されちょるって気づいたんじゃけど、いやーしてやられたね。うまいことああいう感じすごいはしょってくれるんね。サイゲさんがすごい気を利かせてくれた結果、ちょっとあんまり短縮って気がつかんかったね。あ、ゆるっとさ、ほいじゃほいじゃじゃん、差しでいく。差しでちょっと今度変えていってみる。ジャパンカップ差しでいってみる。出そう。ここは負けられない一番人気。作戦変更じゃねえ。実力は完全に上位ですね。ねえ、ワコマさんね、そうかもしれん。すら感じてしまいます。日本を代表する圧巻の走りを見せつけてほしいですね。8番人気は7番ゴールシチョン。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。ライアンちゃん。5番人気、9番メジロライアン、2番人気、オグリちゃん、13番オグリキャップ。1番人気に負けず劣らず、ね、マリア、いやーなんじゃろすごい、あの鋭い差し足が、ちょんちょん早送りのね、すごい文字がガーンって流れるのじゃと話の流れがわからんかもしれんって、あのサイゲさん気使って、すごいあのね、ダイジェストのさっきみたいなね、すごいウンスちゃんとスペちゃんのやりとりみたいなんね、すごい短縮向けのああいう表情作ってくれたんじゃなって思ってね。えマサヒロさんね、ちょっとね、そう先行で行く前、食いしん坊が欲しくなるスペちゃん。ねえ、差しでちょっとね、やってみる。15番人気は、14番。あ、結果を残すのは難しいかもしれませんが、そうなの、補正かかるん。ゆるっとさん、ありがとう。中距離レースの流れにうまく乗れるかどうか不安です。ねえ、あ、くじみなかみさん、ありがとう。お肉いっぱい食べさせる。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。ウォッカちゃんおる。うちウォッカちゃん苦手、すごい強い子じゃもん。見劣りしない仕上がりですね。チケゾーちゃん2番ウイニングチケット、塩なめなめさん。6番人気は3番シンボリルドルフ、8番人気、7番ゴールドシップ、5番人気、9番メジロライアン、4番12番人気、ほいじゃほいじゃね。ここは負けられない1番人気、5番スペシャルウィーク。実力は完全に上位ですね。ジュノさん、サシとパスジョース取ってない、パスジョース取ってないよ。いや、どうしよう。取っちゃけばよかったかな。まだちょっと貯金しとかんとって思っちゃったね。いやー、スペちゃん頑張ってほしい。一番人気じゃもん、頑張ってほしい。よいしょ。ねえ、あの、C1 長距離あり得るからパス上手取った方が良いよね。いやー、始まっちゃった、ジャパンカップ。ねえ、まさひろさんね。世界の馬娘が栄光を求め、ジャパンカップの復讐に集う。そうそうそう。日本勢は対抗できるのか。3番人気にはウォッカ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子オグリキャップ。さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。ジャパンカップ乗り越えたら今勝てる。1番人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。刺した方が強、強か、強かね。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか、ねえ、ケッパレスペちゃん。先行争いは8番、14番、11番、期待通りの結果を出せるか。刺しはすごい、ドキドキしおるからさ。8番、回していきます。先頭集団を見ていきましょう。さあ、ジノさん、本当に、うん、このままリードすることができるか。1コーナーから2コーナーへ向かう。ねえ、オグリちゃんも怖い、安心で飛ばしていきます。みんな怖い。先頭から大きく離されて、2番手は11番、マイストロー。続いている、少し後ろから14番、そのうち並んで12番、この辺りまでで先頭集団を形成しています。8番、まだリードをキープしています。ちゃんと写真になっちゃるよね。6番、すぐに続いて11番、それを見るように12番、外を回って14番、後ろに。いや、後ろにライアンちゃんある。メジロライアン、そして外目をつきました。シンボリルドルフ、すごい固まってみんな。少し後ろからウィニングチケット、第2コーナーを抜け、向こう上面に入った。いや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 、続きました。
6番、3番手に1番、あー番番落ちてく、負けないです。ペッチャン、あー半分超えるな。登山家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 頑張れ。並びかけてきた。さらにその内からはシンボリルドルフ16番内から行く。残り 1000m を通過。そしてその外を回ってゴールドシップ、後から4番、後方2番手にエイシンフラッシュ15番、最後方からという体勢であります。意気揚々と戦闘。ねえ、そうマリアさん、うちもそれが怖くて苦手なの。差しとか追い込みとか。一息つけるんですか。いやー、4コーナーへ。ウオッカ、ここで抜け出す。頑張れ、スペちゃん頑張れ。勝負は最後の直線に持ち越された。うん、最後の直線。勝ち上がったのはウォーカー。追い切らべ、追い切らべ。残り400。スウェアシン、スウェアシン。登山家、登山家、登山家、あとちょっと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 、にゃー！スペシャルウィーク、助けてゴール、やったぞ、スペシャルウィーク、やった、やったー、うれしい。2着、ウォッカ、3着に入ったのはメジロライオン。やったー。すごい元気っく4人組が集まった感じじゃねえ。すごい離れてしまう時でもねえ、この曲好き、すごい。ねえ、なんかスペちゃんすごい落ち着いた、すごい声色じゃねえ、すごい。あー、ここ好き、ここ好き。クラシックディスタンスにね、強い子。ねえ、ヒロさんね、うちも好き。このね、すごいあのね、ライブステージがすごく好き。あー、ここも好き、ここも好き。わー、パチパチパチ。ねー、すごい大満足。スペちゃんの裏の顔ねえ、あ、みんなパチパチありがとう。街中を歩いちゃると、道沿いの中華屋から熱狂した声が聞こえてきたね。満、超満腹店、大食い大会。お
大食い大会。これはおぐりちゃんや番頭。あ、ラクちゃんありがとう。頑張るよ。お腹をすかせ、すかせた挑戦者たちが玉座を飲み込まんとよだれ。結構物騒な俺じゃねえ。ねえ、和光さんお肉じゃん。北海のストマックベルト。あれ、日本の総大将じゃないの？日本の総大将じゃない。北海のストマックブルドーザー。食堂の大将、スペちゃん。いや、まさひろさんでの、おぐりちゃんも負けんよ。はい、アイムブルドーザー。アイライク特盛麻婆丼。あ、麻婆丼美味しいよね。ねえ、すごい。あれじゃねえ、うちも食べに来た。北海道、でっかい道。で、いつの間に王者に。ことの成り行き。ねえ、うちはちょっと、食べるの好きじゃけど、大食いはちょっと無理かな。すごい。ねえ、すごい。食べたらすごいね。盛り上がりそうじゃねえ。ねえ、ブルトーザー級の胃袋ってね、なんじゃろう。ねえ、和光さん、つもまあ、中華食べたくなってきた。おぐりちゃん。おぐりちゃんの二つ名も変わっちゃるね。芝に、あ、芝の、芝がめちゃめちゃになっちゃいそう。ついつい王者に。にゃあ。ねえ、太り気味になっちゃう。あ、タッキーさん、いらっしゃい。大食いじゃよ。あ、服着たるちゃんかね、服着たるちゃんかね、ありがとう。ね、さっきね、すごいジャパンカップ頑張って買ったよ、すごい。ね、今日もええ食いっぷり見せてくれってすごい観客の人も言うちゃる。わかんさん、ありがとね、そう。いっぱいね、いろんなの食べたいけど、そう、完食するのが大変ね。ねえ、アクシミナカゼさんね、たまちゃんとね、クリークマモもいっぱい食べようったよね、ドーナツ。これがスペちゃんの裏の顔。いやー。裏ではブイブイ言わしちょっとんねん。ねえ、ゆるっとさんね、そう。中華は結構お腹に溜まりよるよ。今回だけは見る。まさか、まさかまさか。どうか。ねえ、マリアさんね、漫画も確かにすごいよね、ほんとに。あ、なるほど、ジノさん。そういうことね、そういうことね。確かにこれはエルちゃん関わってそう、裏ね。ね、ああ、わかるわ、こうさんね、そう。にゅ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 。花道を飾っていきなさい。引退試合に。ねえ、ゆるとさんね。いや、うちこういう時はすごい、あやかりたい方じゃね。大量の人参を焼きそばを立ち食いしとる。ねえ、スペちゃんの姿が。いや、ブルドーザーマキシマーム。You are チャンピオン。マキシマームパワー X。 ね、王の胃袋を見せつけろ。いやー、はい、マスタマックベルドーザー。やったね、すごい。王者にふさわしい暴食っぷり。これあれじゃね、悪事キングじゃん、悪事キング。ねえ、あ、すごい、57回復。やったー。よし、ストレッチよし。大当たりのイベントじゃん。
カビガラスさん、こんばんは。いらっしゃい。走りたくて走りたくて、ね、うずうずしちゃいます。いっぱい食べた。ね、ナイス。ほいじゃほいじゃのトレーニング、ね、すごい全回復したね。ほいでほいで。これはあれかね、こっち？よいしょ。スイーティーさん、行くのだ。はい。ねえ、ジュノさん、ちょっと危なかったかもしれんよね。にゃー、ちょっと、また、スペちゃんもしかしてこういうイベントがいっぱい来おるの？今は大丈夫かな？ねえ、スペちゃんらしいイベントね、ほんと。ねえ、ゆるとさんね、そう。いっぱい食べる子すごいね、元気で良い。ほどほどもね、ちょうど良いと思う。これは上かな。アリマ、トレーナーさん、シズ。アリマ、アリマ。10万馬力。倍率ドン。マコンさんね、いやー、太り気味のリスクあんまり取るのね、ちょっと。ね、いっぱい来よるね、食べるイベント。スペちゃんらしくて可愛いね。貯金かなー。シューズの。タズナさんのね、予想見てみる。一着争いできるって書いとる。出走する。ねえ、ほんとね、まさひろさんね、すごい。ちょうど良いタイミング、ほんとに。出走。注目の1番人気、5番、スペシャルウィーク。7番人気は、6番、水分スカイ。11番人気は、7番、8番、12番人気です。10番、プラスワン。4番人気です。11番、9番人気です。6番人気は13番マンハッタンカフェ、2番人気は16番オグリキャンプ。いい感じに気合が乗っていますね。8番人気、1番キングヘイロー、5番人気、3番メジロライアン、1番キングヘイロー、8番人気です。3番メジロライアン、5番人気です。勝ちは十分に狙える。3番人気、4番シンボリルドロー、注目の1番人気、5番スペシャルウィーク。ねえ、けっぱる。これ以上ない仕上がりですね。ねえ、ジュノさんね、気になる登山家と10万馬力ね、一緒に最強のグランプリ馬娘となってほしいですね。これはリベンジじゃねえ。レース今度立てていくが、はい。落ち枠。出走。行きます。行ってらっしゃい。ねえ、キングちゃんにリベンジリベンジ。アーリーマキーネーム。中山島 2500m。 ねえ、リベンジマッチ。夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。3番人気はこの子、キングちゃんにリベンジの夢。シンボリルドルフ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、オグリキャップ。スタンドに押しかけたファンの期待を一心に背負って、怪物と会長さんに挟まれとる。火花散らすデッドヒートね。え、あんなに食べたんだもん、頑張る。ゲートに入って体勢整いました。スタート。カッコいいですね。綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。そうなの、旅がラストはね、キングちゃんがね、最後最後すっごい追い込み見せて、すごい2人で先手先手、最後負けた。うち2着じゃったの。2番手はメジロライアン、その後ろにシンボリルドル。ほいでほいで、そこからね、すごい先方の先方からあのね、アドバイスでいないからもらって、刺しに変えたいよ。刺しのすべちゃいになっとる今。
8番並びかけてから食べ過ぎにならないようにねえ。と並んでマンハッタンカフェ、その後11番登山家登山家少し離れてオグリキャップ後方2番手に14番12番最高ねえ。ラビニさんね、ほんと最後のねキングちゃんかっこよかった。この展開ちょっとかかり気味かもしれないです。ねこのレースはねスペシャルの一番かっこよくやってほしい。コーナーへ向かっていくエクレオさんいらっしゃい、遊びに来てくれてありがとう。続きました、メジロライアン。3番手にはシンボリルドルフ、4番手に9番半分すぎる、半分すぎる。15番並びかけてきた。そしてその後方にはキングヘイロー、2馬身、3馬身開いてトラッキーさん、うちも欲しい。向こう正面に入って先頭はセーンスカイ、真ん中すぎたよ。先頭はシンボリルドルフ、一度に迷い感じ。セーンスカイ残り数メートルを通過。その後からメジロライアン、外からキングヘイロー、ね、もう少し前に来てほしいが。その並んでグラスワンダー、その後ろ15番シャルウィング並びかけてきた。マンハッタンカフェ並んできた。よし見ててね、お母ちゃん。あとは2番一見必殺技、内8番7番追走、その後すごいすごいすごい一気に来ちゃう、一気に来たよ。第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後おーすごい、ぶっちぎるじゃね、ぶっちぎるじゃね。すごい加速力、すごい加速力。ねえマリアさん、うちも欲しい。いやーどうかいね、どうかいね、うーん強しい、マイキャク、マイキャク、やったー生だ、すごいね。やったー、三着はマンハッタンカフェ。ねえフィルさんね、サシのスペちゃんすごい強い。やったー一番です。ねえドンペシャの大まくり、俺フェーブルちゃんみたい。いやすごい、いやありがとう、素敵な褒め言葉で助かる。ねえすごい、うちのスペちゃんすごい、だいぶ強くなってきたね。あ、岸山兄さん、うちも欲しい。いや、みんな欲しい。ねえ、ゆるとさんね、うちね、あとね、帝王ちゃんとマックちゃん欲しい。はい。ねえ、末客最強。ねえ、よう頑張った、よう頑張った。あーこれどうしよう、体力ゲージ結構あるが。ねえマックちゃん頑張る。これはステータスか、あとあれね、スキルポイントかね。あ、ユデットさんところね、うちも追い込みの子、追い込みの子おらんね。うちもね、刺しと先行と逃げの子ばっかりじゃと思う。スペちゃんどうしたね。うん、ねえラビニさん、ラビニさんね、末客班は賢い、えっへん。そうね、スキルポイントが良いかもしれんね。いえ、ねえ飾られちゃうよね。あ、ダービーに勝つぞ。これもあれかな、チケソウちゃんかな。ねえ、そう、タッキーさんね、長いんよ。うちゃんこ長いんよ。ああ、ゆるっとさんずるい。シャカちゃんをお迎えしとるの。いいな。ねえ、必ず勝とうね。はい。今の気持ち。お願いします。明日の後編がすごい楽しみ。あ、すごい具体的に書いてる、これ。見て見て、こう、みんな、
しまったらすごい楽しくないけど、ね、これが一番。ねえ、マリアさんね、そう。ねえ、鈴鹿ちゃんもそう、迎えしたいのにね、そう、いっぱい勝たんといけんのよ。にゃ、にゃ、にゃ。ね、これね、下、一番下がスキルポイント。よいしょ。ねえ、デイリーレースね、頑張ってすごい。ねえ、お迎えしたい。わざ。かまちゃんチケットで、にゃー、ずるい。ねえ、和光さんで賢さ上がんね。上がったら笑っちゃうね。ねえ、まさひろさん一緒に頑張ろう。スペシャルローリングアタック。プロレス。あれね、あの、キャロットマンキックとあの、あまり変わりなさそうじゃね。ねえ、マリアさんであるチケットね、あと、100枚ぐらい増やしてほしい。1日に100枚ぐらい使えるようにしてほしい。35円。今日は何をしますか？何でも今日はね、今日はね。何しよう、何しよう。直角行、直角、10万馬力で、10万馬力ちょっと取るのね。できる気がします。ダビニさん会長まであと2ヶ月。いやー、2ヶ月長いよね。1ヶ月でも辛いんにね。プリティアシュ、プリキュアシューティングスペシャル。スペちゃん確かにすごいプリキュアっぽいね、服がね、すごいね。和光さんちゃんとあの節約できとる。よしね、ジノさんね、そう、うちもアニバに乗り込む。アニバで行く。ゆるとさんもあと2週。にゃー、みんな。なんてそんなにもう大手かけそうな感じなの。うらやましい。どっちにしよっかな。400は欲しい。400は欲しいよね。すごい。エクスクラメーションでするし、こっちにしよう。お願いします。本当に馬呼んでプロレスしとるシーンあるの？エルちゃんは確かにみんなにいっぱいにあの布教しとりそう。ねえ、ゆるとさん、あの、たまに負けてしまうんや。たまに負けちゃうんや、本当に。今はね、あの、メイクラのオグリちゃんがおるからすごいね、安定して勝てちょるんじゃけど。あ、かまちゃんね、ウンスちゃんを迎えできると良いね。福引き来ちゃう。やっちゃう。やってく。10枚ぐらい回す。へぇ。ね、むちゃんこ大事。ね、チャレンジするするする。やったー。ねえ、福引きなんじゃろう。何買う、何買う。ゆるっとさんところは姉ちゃんが活躍しとらんじゃん。ね、温泉来てほしい。温泉、温泉。よーし。一緒に回して、一緒に回して。えいしょー。ねえ、和光さん、お肉、山盛りでも大事。まあ、温泉が良かった。温泉が良かった。まさひろさん、ガチャいけんの？なーん、もった
そう、外れてもないから。そう、ステータス上がるから、よしよし、あれ？ね、最低限ですごいトレーニングにつながりよる。人参ハンバーグ。ねえ、ティッシュじゃなければね、うちもね、そう。まさかティッシュ来いよねってちょっとね、ヒヤリとしたね。よーし。ハンバーグは一人一個じゃよ。ね、全部平らげちゃダメ。やっちゃう。25,000 お高い。うちそんなに持っちゃらん。トレーナーさん、あ、自主トレ、あ、テニス日和。いいえ。 You are the prince of tennis。マルゼン姉さんで寄るの？ね、温泉旅行50,000円。ねえ、ねえ、ラビニさんね、全力全開じゃん。イエーイ！ハンバーグショール。ねえ、すごい。ねえ、コメントが賑やかですごい嬉しい。青春の汗。ねえ、マルゼン姉さんとテニスできるの。ねえ、ここの公園ってあの、おっきいテニスコートもあるね。大丈夫。信頼関係。ね、青春のテニス日和。あれじゃね、ネットが炎上しそうじゃね、すごい。ふむふむ。あ、ジノさん、ほんとに？ね、マリアさんね、こんなのテニスみたいなね、スポーツイベントもありよるね。そうね。前衛と後衛に分かれよるね。スペちゃんとマルゼン姉さんのゴールデンコンビじゃん。おー、スピードと持久力。ね、あ、かわちゃんにあのね、あるよ、あの、全力全開、全開じゃんっていうのがやりよるの。トレーナーさん。前衛と後衛。ああ、なるほど。上がスピード、下がスタミナ。早く下の400、400超えてほしいから、スタミナを信じて後衛。よーし。ねえ、マエストロも持っちゃるもんね。やってみせます。すごい、スペちゃん、頑張れ。ねえ、まさひろさんね、絶対強い。強い。絶対に強い。あら！ちょっと！後頭部直撃。これちゃんと何級じゃよね、何級。高級じゃないよね、大丈夫？いつかやると思う。地味に傷つく。あ、あやさんいらっしゃい。お疲れ様だよ。ねえ、野球ボールね。ねえ、マリアさんね、スピードとスタミナじゃったらね、そう。
っちでも全然 OK。 うーん、その後ボールを当てた償いなのか、スペちゃんは光栄で必死に走り回るのじゃった。ね、あ、アンさん行ってらっしゃい、車に気をつけてね。ね、信頼されてないの、ショック。タッキーさん、それあの金閣寺燃えそうじゃね。ねえ、ねえ、ちゃんみ大変ない、ほんとに。今日は何をしますか？何でも頑張っちゃいますよ。次はどっちにしようかいね。根性きよらんね、根性きよらんね。おー、ローテーションはローテーションでももう大阪府、大阪府、で、でももうほとんど決めてしまったはずじゃね。ちょっと今すごい調子が良い感じかと。大阪府欲張りで入れちゃおう。大阪杯は、ウマ娘メモちゃん、天皇賞春と宝塚記念、よいしょ。強くなった姿、早くお母ちゃんに見せてあげたいです。ね、ねえ、知っちゃる。大阪春選手からですからね、春さんがね、そうじゃね、トレーニングもちゃんとせんと、ここだね、ここだね、そうそう、これはここかな、よいしょ、スタミナ、アイン、バレンタイン当日、スペちゃんに部屋に来てほしいと呼び出された。トレーナーさん、ねえ、マリアさんね、ねえ、ジノさんね、そう、あの本当にあのほらハラハラするね、今のドンブラザーズは本当にどうなるかわかんない。あれ、どうしたの、どうしたの。はい、促されて視線を向けた机の上には威圧感を放つ巨大な何か、なんじゃろう、チョコの山脈。料理は愛情、愛す、愛情は量、ほんまにほんまに。いや、でもすごい気持ちはすごい嬉しいね。食べきれるかいね、これ。この量のチョコも感じ。ねえ、すごい。ねえ。あの。ねえ、スペちゃんサイズ。あ、旅ガラスさん。おめでとうじゃよ、すごい。ねえ、どうしよう。でもあれね、あのチョコレートケーキが300ぐらいだったらうちもすごい嬉しいかも。ねえ、いや、すごい、きっとスペシャルのやつだから美味しいはずじゃん、きっと。ねえ、美味しい。ファイヤーエムブレムやっちょると思いながら、育成しとる。ね、一回もミスできんね、一回もミスできん。
ねえ、和光さんね、せっかくね、すごい気持ちを込めてね、作ってくれとるからね。ねえ、あの、一口はちゃんと食べんといけんが。やったー、いただきます。ね、一緒に食べたらね。あ、夜空さん、いらっしゃい。お仕事お疲れ様じゃよ。うちらのスペちゃんはね、今の、刺しに戦法を変えて、あの、ますます、あの、走りに磨きがかかっちょるね。ね、これからね、シニアはね、すごい、練習を重ねて、三冠をいっぱい取る所存にございます。いえ。嬉しい。やっちゃー、レベルアップ、レベル2。シューズの状態よし。ストリッ、うん、あ、また虹出ちょる。うんうんうん、これかな。以上、お願いします。ふう、体が少し重いね。え、マリアさんね、大変じゃよね、本当に。カレンちゃんとき、そうじゃったかいね、そうじゃったかいね。少し休んでもいいでしょうか。ね、カービィならね、そう、あの、一口で吸い込んでしまいそう。あ、夜空さんも優勝おめでとう。すごいね、みんな。体が少し重いです。虹でまた光っちゃる。何じゃる次。おー、上がりうるのは嬉しいけど、ちょっと20、うーん、賢さかな、賢さかな。ね、あ、ゆるっとさんはシャカちゃんの育成ね。ああ、あれね、サポカでの重複しちゃうから。ねえ、確かにそれは難しいよね。ねえ、みんなすごいね、ほんとに。ねえ、うちもグレード A 行きたい。集中、集中。はい。やっちゃう。走りたくて、走りたくて。ね、進行。こっち。お願いします。大阪はーい。すっちゃすぎる。ねえ、ほんとにマリアさんにみんなおめでとうさよ。どうしよう、どうしよう。今のところなんかすごいパッとするスキルもらっちゃる感じはせんのよね。ほいちゃったら、ほいちゃったら、うちあの、これにする、これにする、10万馬力取る。名前が強い。ねえ、登山家の10万馬力見せちゃる。ねえ、ねえ、ジュノさんね、すごい順調。ねえ、段数調整の結果じゃねえ。よいしょ。トレーナー。よそう。一着争い。パス上手、パス上手。パス上手ね、パス上手ね。長距離なんよね、長距離。大阪杯まだじゃから、まだ大丈夫かなって思っちゃる。レベル4に上がって割引がね、マックスになってくれたらいいんだけど。出走。えん。注目の1番人気、7番、スペシャルウィーク、8番、14番人気、9番、メジロマックイーン、6番人気、10番、ダイワスター、ダスカちゃん、3番人気、11番、13番人気です。結果を残すのは難しいかもしれませんが、
経験を糧にしてほしいですね。9番人気、12番次のあれね、ちょっと厳しいメンバーですが、天皇賞にすごいね、あの間に合ったら取れない、シンプルレースの流れにうまく乗れるかどうか不安です。5番人気、14番エイシンフランシュちゃん、ねえ10番馬力、ライバルたちは強力ですが放送を期待したいですね。7番人気は15番ナイスネイチャー、2番人気は16番東海帝王、16番人気1番、11番人気は2番、8番人気3番、マチカネ福来た4番、エアグルーヴ4番人気です。ライバルたちは強力ですが、ダスカちゃんね、すごい気になるですね。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。意識しないと絶対取れないやつ、長距離トロフィーね。でもすごい天皇賞とかすごい頑張って取り寄るよ。5番、10番人気です。ねえマリアさんね、お祈りありがとう。結婚を起こすのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。でもすごいマックちゃんとかが強くって毎回苦戦するイメージじゃね。経験を糧にしてほしいですね。ここは負けられない1番人気。長距離取っちょらんとも、取れちょらんの、なんかそういうトロフィーあるんじゃね、ちょっと調べてみる。真ん中じゃね、真ん中じゃ内枠寄りの真ん中、URL ファイナルを長距離にしないといけんから、育成中のレース一番多く長距離を走らせんといけんね。大阪杯中距離じゃもんね。出走エイショー、行きます。そうなんじゃ、スペシャリストを作らんといけんルート、そんなのあるの。そうなんじゃ。早春の阪神、G2、G3 含めて狙わんと取れ。春の中長距離参加、そんなのあるんじゃ、長距離トロフィー。大阪杯、人気と実力を兼ね備えた、まだまだやれることいっぱいあるね、本当にすごい。少し不満か、ワクワクするね。2番人気はこの子、東海帝王。さあ、今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。グランプリ馬娘、青い子2人に囲まれてる。人気です。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。注目のスペシャルウィーク、少し後方に位置取りました ね、すごい。この位置なら周囲の様子を伺います。冷静にレースを進めてますね。ダイワスカーレット快調に飛ばして行きます。先頭はダイワスカーレット、単身で飛ばしていきます。長距離のレースに進めて点と剣なんじゃん。さあ、花に立つのはダイワスカーレット。このままリードすることができるか。やる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 、やってみたい、ちょっとそれ挑戦してみたい。メジロマックイーン、その外並んで東海帝王、そしてその内から行ったのは2番、さらにマチカネ福来た。いやーすごい、なんかエアグルーヴ、少し後ろからナイスネイチャー、向こう上面に入って先頭から進まで、およそ13橋。順位を振り返っていきます。うちのスペちゃんは、後ろから来ちゃる来ちゃる来ちゃる、矢印見えた。メジロマックイーン、4番手には東海帝王、うち2番、2馬身離れてマチカネ福来た、ナイスネイチャー追走。普段の G1 を追ってく育成とか、かなり違うんじゃん。そしてその外からエイシンフラッシュ、1馬身離れて1番、でもそれすごい面白そう。少し後ろから12番、そしてその内から行ったのは長距離スキルいっぱい取らんといけんね。第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません。この直線で勝負が決まるぞ。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここからヤンコさんはオープンの長距離も走ったね。外で足を溜めています。さあ、でもそれするとトロフィーいっぱいもらえるね、本当に。先陣を切ったのは大スペシャ ル、 シューティングスター、あとちょっと、チューチュー、あとちょっと、あとちょっと、あー、今一着ゴールイン、エアグルーヴ、春の中距離最強馬娘の称号を見事に獲得しました。2着はマチカネ福来たる、3着はダイワスカーレット。
次はもっといい走りがしたいです。悔しい。あースカーレットニードルさん、コンブイン負けちゃった。悔しい。ブロックやだやだ、目覚まし使いたい。ここに目覚ましがない。入着もできなかった、悔しい。ネームドブロックねえ、差しの怖いところ来てしもうたねえ、すごい悔しい。目覚まし。くそ。ねえ。ねえ、そうね、夜空さんね、そう。これがあるんよ。ねえ、ゆるとさんね、ほんとそうそうそう。でもこれもね、これも含めてのね、実力含めての勝負じゃもん。ねえ、すごい。ねえ、あとちょっとでトップスターいけそう。ねえ、悔しい、3着以内。かわちゃんすごい。あれね、あのすごい顔になりそうじゃね、すごい。よいしょ。切り替えていく。みんな早かった。悔しい。あ、一応入着になるの。おい、おい。目標レースじゃないよ、目標レースじゃないよ。ねえ。さあ、本当は3着が良い。3着、いや、1着がいい、1着がいい。ね、もっと頑張らんといけ、もっと頑張らんと。ねえ、切り替えるしかないよね。よーし。ねえ、頑張ろう。ねえ、そう、マリアさん、だからこそ感じたかったんよ。スリーゴッテス。あ、ゆるっとさんね、大丈夫じゃん。一緒に頑張ろう。継承。あ、これが、白かったから普通のやつじゃん。金ピカになったらあの、金、継承。ね、5着までは入着を作り。ね、さっきのは白が金で分かりよるね。人参パンクン競争。ねえ、和光さん、覚えちゃった。ねえ、大丈夫かいね。どうしよう。ねえ、緊張するのもすごいわかるんよ。何、人って文字を3回手のひらに書くと良いって聞いたが。ねえ、マリアさんね、悔しい。切り替えて頑張る。ねえ、何のスキル取れるね、そうそう。あ、継承で金も出やすくなっちゃるんじゃ。ねえ、昨日の時は金じゃったからね、そう。あ、入着というのは5着までに入ること。3着に入ると、副賞圏内。2着までに入ると、連帯。うえ、お勉強になるね。ちなさん、ウマ娘メモ帳。よいしょ。コピーして解除。入着は5着までなんじゃん。確かにあの目標もね、すごい5着以内までがあるじゃもんね。よいしょ。よいしょ、バッチリ。ね、刺しは特にスキル大切。ねえ、そう、夜空さんね。あ、そうね、掲示板に乗り降るもんね。うん。
ね、すごい。テレビに出るようになったらもう超一流のね、仲間入りじゃん。はい、行ってきます。賞金が手に入るね。まだまだ。ふう、体が少し重いです。ね、次5月に入りよってね、お休み入れつつ練習してもう一回お休みしてくらいかね。行きます。ちょっとね、調整頑張らんといけんね、タッキーさんね、ほんと。やっほー、来ちゃった来ちゃった、この日が来ちゃう。やっはっは、いや
全然そんな気持ちで勝負せんもん。ねえゆるっとさん、ねえそうかからずにねえそうかからずに頑張る。けっぱる。ねえそうそう、ここはみんな日本中の負けず嫌いが集まるレースじゃねえ。負けないよ。あ、そうじゃね、合宿前に宝塚入れちょる。どうしよう、大阪杯取りこぼしちゃったんよね。でも覚醒レベルも上げたいからね、ファン数も増やしときたい。ねえすきちゃん、宣戦を布告。行きますか。注目の一番人気ねえ、まさひろさん勝ちたい。これ以上ない仕上がりですね。オレンジシュシュちゃん。18番、14番人気は1番、2番人気2番、うんすちゃん。3番、16番人気です。4番、12番人気です。コフェちゃんもおる。マンハッタンカフェ。クリンクママ。8番、10番人気です。3番人気、10番、東海帝王。ね、どんどん板を向け、ね、勝負勝負。先行策で勝利を掴んでほしいですね。8番人気、11番、マヤのトップガン。6番人気、エイシンフラッシュじゃん。13番、エイシンフラッシュ。5番人気は中央なめなめさん。シンボリルドルフ。16番、18番人気です。注目の1番人気、緊張するね。17番、次立てていく。人気と実力を兼ね備えた私一押しの馬娘ですね。現役最強の実力を見せつけて春の盾を手にしてほしいですね。夜空さん大丈夫だよ。お気持ち10万円受け取ったね。この10万円で勝つねえ。マリアさんね、そうじゃね、状況を見て考える。ねえすごい、あんまりにもちょっと厳しそうじゃったらね、キャンセルして練習に回すのもあれじゃよね。一番外側、差しには最適の外枠。うんすちゃんに追いつけるかいね。勝負。ねえ、もうスキル取れるだけ取ったもん。大丈夫。行きます。行ってらっしゃい。ねえ、これでうまいこと言ったら、宝塚に行く。唯一無二一条の盾をかけた熱き戦い。最長距離 G1 天皇賞春。3番人気には東海帝王。2番人気を紹介しましょう。セイウンスカイ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリ馬娘スペシャルウィーク1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ねえマリアさん、行ったる。出走の準備が整いました。勝負勝負。今スタート。はい、あーでも、でも差しだから大丈夫。みんな集中してましたね。コールレースが来てきそうです。うんすちゃんすごい飛ばせる。一番人気スペシャルウィーク、セイウンスカイ。会場に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはマヤのトップガン。そして打ち目をつきましてはスーパークリーク。少し離れてシンボリルドルフ。すぐに続いて東海帝王。そしてその後ろから行くのは3番、少し離れて9番、大きく離れてエイシンフラッシュ。外から行くスペシャルウィーク、内側からマンハッタンカフェ。外を回ります。ねえ大丈夫かね。外には16番、第4コーナーカーブ前から大きく開きました。縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか。ねえタキさんごめん、ねえついついにあの漫画のイメージがすごい先行してから読んでしまうんよ。それを見るようにスーパークリーク、1個目のホームストレッチ。長距離車からね。少し後ろからシンボリルドルフ。さらには9番、一馬審査。3番、三馬審離れてエイシンフラッシュ。スペシャルウィーク続いている。少し離れて1番、マンハッタンカフェ並んできた。そしてその外から行ったのは9番。ねえなすごい、今は大丈夫。8番、
駆られかけた。大丈夫だよね。4番、そしてそのうち5番、後方2番手に16番、14番、最後方だ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。先頭は依然セイウンスカイ2馬身リード。続いて綾野トップガン搭載帝王、ウスちゃん好きな発動する。シンボリルドルフ、マエストロ、マエストロ。その後は水馬身開いて3番、あとは9番。ねえカメちゃん本当にね、すごい、なんか狙っちゃりそう、狙っちゃりそう。レシフラッシュ、そして1番、その後ろから真ん中過ぎたよ、真ん中過ぎたよ。各馬娘たちの動きが激しくなっています。2点先頭はセイウンスカイ2番手。ねえヨズラさん、ねえそう、うちのスペちゃんが絶対勝つ。並びかけてきた、内から内からシンボリルドルフ、後からスーパークリーク、その後ろに3番、そして9番、1馬身離れてスペシャルウィーク内を回る。見えちゃる見えちゃる、登山か登山か。夢に向かって駆け抜けます。おお、すごい、シューティングスター、 G1 馬力、そのうち並んで12番、すごいすごいすごい、むっちゃうまく加速しちゃる。5番、1馬身スター、16番、いけー、会長まであとちょっと。シンボリルドルフ、どうでしょうこの展開。会長まであと、にゃん、すごいすごいすごい。あ、まるちゃんいらっしゃい、いけー、すごい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 、大化けじゃん大化けじゃん。うーん、頑張れ頑張れ、ケンパレース悔しい。速い速い、もはや独走状態。いや、足色は衰えない。3番手争いはセイウンスカイ、すごーい、スペシャルウィーク、やったー。圧倒的な実力差を見せつけレースを制した。勝ったのはスペシャルウィーク、現役最強の名を見事勝ち取った。2着にはシンボリルドルフ、3着セイウンスカイ。ねえ断トツじゃん、やったー。ねえダブルスキルすごい、やったー、1番です、やったー、みんなありがとう。ねえスキルね、すごい教えてくれたおかげじゃねえ、すごい。ねえ、この調子で勝ち続ける、勝ち続ける。あいん。ねえ、強っかねえ、強かねえ。ねえ、ウンスちゃんもすごかった。ねえ、これがスペシャルウィークじゃねえ。我慢しとこ。まだありまわりおるもん。ペちゃんね、すごい最後の追い上げ本当に頑張ったね。ごめんなさい。あ、ジュンさん、お晩です、いらっしゃい。ねえ、ようやったよ、本当にようやったね。これで秋の天皇賞勝てばね、二つの取れる、ねえ二つの欲しい。にゃー、うんすちゃん育成したばっかりだからすごい複雑な気持ちになっちゃう。ねえ、すごい、うんすちゃん育成しちゃるとさ、本当にこの時すごい悔しいんじゃろうなってすごいわかるもん。ねえマリアさんね、そう、せっかくじゃったらね、すごい、次のね、天皇賞とかね、そう、ラストスパートのアリマの時にね、流したい。うんうん。ガラポン。ねえ、マコンさんね、すごい。ウズちゃんね、すごい。こっからまだね、すごい。まだ、ね、やり返す気満々じゃねえ。あ、ヨズラさん、いってらっしゃい。ねえ、ウンスちゃんね、そう、釣りに例えよるね、レース。ねえ、油断できんねん。ねえ、ウンスちゃんの強さはね、うちもよく知っとるから、負けられん。うん、やってみせます。ねえ。
着で2着以内。残り13ターン。学園内でも徐々に話題をさらいつつあった。よーし、ねえ、まさひろさんね。うん。秋も絶対取る。秋も絶対取る。ねえ、和光さんね。この感じで宝塚出たい。頭一つ抜け出てる感じ。やっちゃん、すごい嬉しい。ねえ、そうなんよ、ちのさんさ。すごい。なんじゃろう、すごいさ、ほら、この前のさ、ストーリーのさ、ね、スペちゃんにさ、負けてほしいってお願いしちょったさ、ウマ娘の子、おったが、すごい。ね、あれと同じ気持ちたいまんけど、すごいね、なんじゃろう、ね、すごいね、複雑な気持ちになるんよ、すごい。むずちゃんもすごい頑張っちゃるのがわかるからさ。10個くらい抜けてそう。ねえ。ねえ、成長したね、スペちゃん。会長、そして怪物、もしかして。ねえ。エルちゃんとオグリちゃんかと思った。そうね、グラスちゃんじゃん。ねえ、マルちゃんね、そう。赤いマスクにたなびく黒影にあっちゃろっかな、黒影。誰が呼んだか、その名は会長。リンでーす。バモス、バモス、バモラ、ムーチョ。あ、黒影でやっちゃる、やったー。海外レースにもチャレンジし、圧倒的な実力を持つエルちゃん。ねえ、育成しとる子のね、その成長物語が見れるのがすごい嬉しいの。1600の模擬レース。ね、タッキーさん、姉さん、同じ会長さんじゃん。ねえ、ラビニさんね、アルトじゃないと。エルちゃん、手術者と黒影。ねえ、あ、バキかい。巻き替えねん。ね、大げさな二つなが。日本一を目指すスペちゃんの前には、まだまだ高い壁が立ちはだかっとる。ニュー、今度の死に焼きは、この二人がいてねん。お疲れ様です。ねえ、マリアさんね、すごいね。ボスラッシュじゃ、ボスラッシュ。ねえ、和光さんね、すごいかっこよいよね、エルちゃん。エルコンドルパサー。噂をすればなんとやら、エルちゃんじゃん。ふっふーん。宣戦布告。あれね、背中に鬼の模様が出ちょりそう。ですです。あ、夜空さん、お帰りなさい。最強。世界最強。ね、目指すところは同じ。ね、黄金世代、最強世代と呼ばれることね、あるある。
ちゃんメラメラさん。ジャパンカップ。ねえ、和光さん、そうじゃ、ねえ、鬼じゃなくて竜じゃ、竜。登り竜。スペちゃんは、会長エルちゃんとの勝負に、ジャパンカップで勝負。え、グラスさんは出走せんの？あ、新黄金世代って言われちゃうの？え、本当に？と思ったら勝手に呼んどるだけだった。勝手に。いや、でも呼ばれるんじゃないか。ね、しばらくしたらさ、ね、メディアの人も盛り上げてほしいね。ね、そういう感じですごい、お名前つけて。ねえ、マリアさんね、アニメとか見ちゃるとすごい悔しそうじゃったもんね、ほんとに。ふぅ、体が少し重いです。絶対ダメ、おやすみ。トレーナーさん、すみません。ね、エルちゃんのサンク、バーミリアン、バーミリアンちゃん名前かっこいい。ねえ、夜空さんね、新黄金世代とかね、すごい、名前つけてほしいね、ほんとに。おやすみ、よいしょ。エルちゃんとグラスちゃんの、丸外にと、ねえ、マザールロンドちゃん、マザールランドちゃん。ねえ、うちの知らん子がまだいっぱいおるね、ほんとに。あれ？あれ？二回見ちょる。マルガイって読むね、マルガイって読むね、これ。マルガイにと、外国で生まれたお馬さんだから。なるほど。ねえ、和光さんね、ほんとに。友達から借りた漫画を一気読みしちゃって。ほんとね。あれかいね、ゴールデンカムイとか読んじゃったんかいね。つるまるちゃんでしょ、あの服が。え、ほんまに？ねえ、スペちゃんとグラスちゃん、まるで、姉さんと、あんね、お孫さんと2世。ねえ、確かにすごい、騒がれよるね。ジュノさん、ジュノさん、あの殺技者は知らない。あの殺技者は忘却の彼方に、もう知らん、知らん。ねえ、外国サンバの規定いろいろあるから。ねえ、確かに難しそう。2019年も牝馬、そうなんじゃ。鶴丸ちゃんのっちょる？ねえ、夜空さん、10月2日ね、10月2日。ねえ、楽しみ。ジャラジャラちゃんとかね、むしゃむしゃちゃん。ねえ、和光さん、ほんとにおるね。強くなった姿、早くお母さんに見せてあげたい。寝不足じゃなかっただけよかったとするね。休んでもいいでしょうか。お休みする、お休みする。ね、
ローテーション。お休みする。体が少し重いです。はい。走りたくて。スキルは今これで大丈夫かな。よいしょ。ほいじゃほいじゃ。ね。出走。アイン。ここは負けられない一番人気。17番スペシャルウィーク。実力は完全に良いですね。ね、タミガロスさんね。メルちゃんがね、残したものも本当にすごいじゃね。本当に。見事グランプリウマ娘に輝いてほしいですね。振り返ると言うし。ねえ、ほんと。いやー、リアルタイムで見てみたかったね、ほんとに。あ、新カードに帝王ちゃんとつるちゃんを打つ。見る見る、後で見る。あ、ねえ、じゅんさんね、そうそうそう。で、おさらいしとかんといけんね、ほんとに。あ、ほんと、ちのさん。ああ、じゃあ次ね、次取る。ハーフバトね、そう、夜空さんね、そうなんよ、そこなんよ。うちはでもハーフバ、アニバーサリーまで我慢する。4番人気、18番、エアグルー。副会長。いい感じに気合が乗っていますね。マヤノちゃん。7番人気は、1番、マヤノトップ。ライアンちゃん。メジロライアン。5番人気。鈴鹿ちゃん。3番サイレンス鈴鹿。6番人気です。6番10番人気。フランスちゃん。2番人気は7番エイシンフラッシュ。15番人気は10番ゴルスちゃん。8番人気11番ゴールドシル。フランスちゃん。3番人気13番グラスワンダー。11番人気はムシャムシャちゃん。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。ここは負けられない1番人気。はい。17番スペシャルウィーク。ねえ、ゆるとさんね、鈴鹿ちゃんもね、すごいよね。えいしょ。ねえ、むしゃむしゃちゃん来ちゃう。あ、夜空さんすごい。頭くん、ほんとに当てちゃったじゃん。うらやましい。えいしょ。やっちゃ、また外枠。ね。刺しに外枠は最強。出走。行きます。あ、ちのさん、ここのグラッシャーは特別？ねえ、すごい負けたくない、負けたくない。でも、さっきみたいな走りができたら絶対勝てるね、きっと。阪神芝。2200m。 皆さんの夢、思いを力に変えて走るグランプリ宝塚記念。人気と実力を兼ね備えたグラスワンダー、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。もう負けらんない。スタンドに押し掛けたファンの期待を一心に背負って、ちゃんね、グランプリウマ娘ちょっとエルちゃんよりも先に。ねえ、そう、1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘、ね、そう、ゆるとさんね、そう、体勢整いました。ねえ、ブロックは防げるか。スタートです。各ウマ娘、綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気スペシャルウィーク、クラスさんが一番強かった。会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはサイレンス鈴鹿。ねえ、ここですごい。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのはこれからのすごいね。1馬身離れてレースのね、勝敗を占うが、ここね。1馬身離れてエアグルーヴ。10万馬力。第2コーナー先頭はサイレンス鈴鹿、単身で飛ばしていきます。続きました、すごいすごい。その後ろに6番、いっぱい好きな発砲する。1馬身差5番、ね、その後ろから12番、外から行くエアグルーヴ。2馬身離れて15番、そしてその内から行ったのは、あ、夜空さん、そしてその外から行ったのは9番。1馬身差エイシングラッシュ。ねえ、ありがとうじゃよ。順位を振り返っていきます。スペシャル、これ絶対勝たんと。続いてマヤのトップが2馬身、3馬身開いて6番、4番手にはエアグルー。負けたくない。5番手には12番、そしてそのうち5番スペシャルウィーク。負けたくない。ここにいます。
少し離れて10番15番並んできた後ろ9番内でエイシングフラッシュ後ろ8番半分過ぎたよその外並んでゴールドシップ内を回ります、ね、グラスバンダーさらに4番その内並んでメジロライアン後方2番手に16番14番最後方からのレースになりました勢いよく転倒できますサイレンス鈴鹿どうでしょうこの展開いけーかかり気味かもしれないです息を入れるタイミングがあればいけーあとちょっとーーあとちょっと馬娘たちがどう動くかふぅスペシャルウィーク並んできたいやー後ろからゴルスちゃんも来てる負けないで負けないで負けないでパワー素晴らしいゴール板を駆け抜けたこれは見事な走りスペシャルウィーク2大グランプリを制覇ヤトラさんありがとうナンバーワンを見事に証明してみせましたマジ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 2着はサイレンス鈴鹿3着に入ったのはエイシングフラッシュやったー1番です1番1番やったはい。ねえ、スペちゃんね、ほんとに誇り。ねえ、パワー、やった。あ、ゆるっとさん、いってらっしゃい。ねえ、差しの完成度高くなってきたね。ジュノさんが言うちょっとあの、青春加速、青春入れちょく後で。ねえ、みんなのアドバイスですごい。大化けじゃね、スペちゃん。写真にして大正解で、大丈夫かなよいしょ。ねえ、かまちゃんもありがとうねえ、気持ちよく夏合宿できるがよしやってみせますねえ、もう一丁はいねえ、和光さん、これで夏合宿でピカピカにするお願いします。充実した合宿にしよう。はい。あ、ね、小道とアオハルスキルね、タッキーさん、そうそう。マグリちゃんのね、こういうと、アオハルスキル欲しい。レースに向けて、目いっぱい鍛えていきたいです。ガッチョルー！やったー！これお願いしますトレーナーさんうんにゅんにゅんにゅんお勉強ね、運命の夏合宿できますレースに向けてうん、こっちいっけーやっちゃうすみませんあ、賢さでよかったかも23%えいしょやっちゃうあ、アンさんお帰りなさいねえ、ジャパンカップでね、すごい。ブイブイマスチャル。お願いします。スペちゃんに一通のファンレターが届いた。ねえ、ジュノさん、攻めの合宿じゃった。それで。ねえ、ほんと。体が少し重いですねえ、切れ物チャンスあねえ、ワクワさんのラブレターかねねえ、スキルポイントが美味しい
勝利の鼓動と青春天下、青春天下、青春天下取り寄るとあと50円ぐらい。よいしょ。トレーニングはちょっと厳しいかね。これちょっとお休みした方が良さそう。トレーナーさん、レースはあとあとちょっと練習頑張る。体が少し重いです、ね、食べ過ぎかね。引退したって言うちょっとのにまた中華料理店食べ大食いで、ね、大会とか出ちょるんかな。よいしょ、50回復。あれ、ジノさん偏頭痛にならんくてよかった。シューズの状態よし、ストレッチよし、いつでも始められます。調子下がっちゃった、どうしよう。かしこさん痛い、本当に痛い。ねえ、検証でよかった、検証でよかった。ねえ、夜空さんね、まさかこのタイミングで来るなんて思わんかったが。集中集中。はい、今日は何をしますか。にゅにゅにゅ、トレーナーさん指示を。調子上がらんね、調子上がらんね。これ終わりかな、お出かけ案件かな。かしこさに、うんにゅー。トレーナーさん、さあ次はどうしましょうか。ねえマリアさんね、ちょっとねえ校長じゃからね、そう一応お出かけしとこうかな。ねえ押ししときたいが。よし、けっぱるべー。ねえあゆさんね、あの見なかったことにするね、見なかったことに。いや、ケーキ食べにくてもある。よいしょ、お出かけする。ゲームセンター行けたらね、すごい良いんじゃけど。楽しみですね、夜空さんね。はい、中吉、緊張、根性 D ね、ダッキーさん来ちゃう。トレーナーさん、ダッキーさんがコメント書いたから来ちゃう。クレーンゲーム、ウマ娘たちはモチーフにしたぬいぐるみが入ったクレーンゲーム、本当に来たね、腕の見せ所じゃん。すっごいね、えやりたいやりたい。ねえ絶対に負けられんね、これ本当に。ねえスカーレットニードルさんね、クレーンゲーム来ちゃう。クレーンゲームも禁煙室あるの、え、ほんまに？ほんまに？ねえ、うちが取る。全部取る。
けられない。川上ちゃんおる。スワイプでカメライド、川上ちゃんおるね。これ、これ誰、これ誰、これ誰。いやー、取るんじゃったら大きいのが良い。ね、直線回復。ね、実際、うちも欲しい、うちも欲しい。大きいの取りたい。アイン、どうかいどうかいね。あ、これカフェちゃんじゃん。耳飾りで分かった。アイーニョーなしてーなしてー。ダイスちゃん欲しい、ダイスちゃん欲しい。えい、アイン、どうかいね、どうかいね。瞬間の光り方が違う。あ、そうなんじゃ。稲荷ワンちゃん欲しい、稲荷ワンちゃん欲しい。早い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 。あー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 、見事ゲットです。感じてしまいます。18番人気、2番、6番人気はマヤノちゃん、マヤノトップガン。ねえ、パンチラ、いい感じに気合が乗っていますね。ねえ、すごい可愛い。瞬発力ともにパンチラじゃったね。2つ名をかけた大一番。14番人気、5番、9番人気、7番、エイシンフラッシュちゃん。8番、エイシンフラッシュ。ウォッカちゃん、ウォッカ。3番人気です。2番人気、オグリちゃん。13番、オグリキャップ。5番人気は14番、エアグルーヴ。16番人気、15番、17番、キングちゃん。キングヘイロー。8番人気です。注目の1番人気、1番、黄金世代が揃っちゃるね。実力は完全に上位ですね。ほいじゃほいじゃね。貫禄すら感じてしまいます。中距離路線の頂点に。一番打ち枠、ニュニュニュ。ねえ、メンバーすっごい豪華。あのね、すごい、あのシニアとね、あのクラシックとジュニアのすごい総決算みたいな感じ。ウンスちゃんにキングちゃん、ウォッカちゃんにオグリちゃん来ちょる。ねえ、もう一人の怪物ちゃんじゃ。ねえ、頑張れ、ありがとう。ねえ、出走
行きます。ここじゃね、ここ、ここでか、あ、夜空さんありがとう、ありがとう、200万円ありがとうじゃよ、すごい嬉しい。もう、スペちゃんここですごい、あるじゃね、あの馬娘たちが追い求める一条の盾、鍛えた足を武器に行く栄光への道、監督みたいな男の見せ所じゃね。3番人気はこの子です。動くか、この評価は少し不満か。2番人気はこの子、オグリキャップ。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負ってグランプリ馬娘、タッキーさんにすごい1番人気です。クレーンゲーム最後のすごい早くてから難しい。ねえ、でもあの大きいの欲しい、大きいの。さあ、ゲートが開いた。出走、各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せれば、1番人気スペシャルウィーク。これから第2コーナーへかかっていきます。セイウンスカイ会長に飛ばしていきます。先頭はセイウンスカイ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番内から行く。2番後ろ、マヤのトップガン。向こう正面に入って、先頭からしんがりまでおよそ13馬身。さあ、花に立ったのはセイウンスカイ。ラビンさん、このままサッパリンコ。続いて2番、ね、さらには7番、そしてその外から行ったのは5番、ね、スペちゃんの2つ名が手に入る。もう1番のレースじゃよ。少し後ろから10番、スペちゃん、エアグルーム外から行く。どうせんか2馬身、3馬身開いて、半分過ぎたよ。そのうち並んで6番、動くか、続いている、内をついて、レーシングラッシュ。位置取りはすごい良い感じ、良い感じ。18番、そのうち並んで16番、2番、先頭をキープ。これはお願い、スペちゃん、このまま進みますか。これは大胆な作戦、波乱の展開になりそうです。大ケーキを越え4番台へ、勝負は最後の直線に持ち込んで、大ケーキ、スッキー、前を狙っているのは、まだ1番以上の差がある。夢に向かって駆け抜けます。いっけー、ギリギリ詰める、スペシャルリーク、滑らしい、青春、青春。最終コーナーを曲がって、最初に駆け抜けてきたのは、いけ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 、みんなが応援するよ。もはや独走状態、スペシャルリーク。先頭はスペシャルリーク。いやー、いけ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 、これは強い、スペシャルリーク。滑らし、滑らし、滑らし、負けて負けて、スペシャルリーク。やったー、夜空さん行ったよ。次のレースが今から楽しみです。やっちゃう。ウィーク、秋の三冠達成。秋の G1 戦線を勝ち抜き、見事歴史に名を刻んだ。秋の三冠達成。やっちゃう。うまぴょーい。やったー。一番です。一番。ねえ、すごい快進撃じゃん。6馬身6馬身すごーい。ねえ、2つのゲットやっちゃう。トップスター、トップスター。うー、ライブ見る、ライブ見る。我慢できない。選ばれしこの道をひたすらに駆け抜けて、頂点に立つと決めたの、力の限り先へ。ねえ、和光さん、うずうずしちゃった。ねえ、悪趣味な風さんね、ちょっとね、そこ気になりよるけどね。いやー、取れちゃうといいな。ねえ、珍しいメンツ。本気の夢があるから、何も恐れたりしない。こんなもんじゃない、本当の私見せてあげる。ねえ、ウォッカちゃん本当に強い。ここにモンジューちゃん来たらすごい盛り上がりそう。
ほんとね、タッキーさんね。振り付けがすごいかっこいいよね、ネクストフロンティア。ねえ、ウォッカちゃんやっぱりすごい強い。わー、パチパチパチ。ねえ、よう頑張った。よう頑張った。むちゃんこ偉い。ねえ、あといっぱい練習できる。どっちだったかな、下かも。直線コース、今なら何でもできる気がします。ねえ、夜空さんね、かっこいいね、ほんとに。あとはジャパンカップと有馬記念、直線校舎も手に入ったの。勝利のこと、これも欲しい。これ取って、あと余裕ができたら直線校舎欲しいが。うん、他は大丈夫そう。シューズの状態よし。ねえ、ちょっとこういうヒントまだ上がらんかな。新曲のお披露目にありそう。ねえ、うちも気になる。どうしよう。いまいちじゃなー。いまいちじゃけど、でもここ上げちょかんと。あ、ねえ、タッキーさんにすごいわかる、それ。ねえ、そうじゃね、ジュノさんね、これでね、オグリちゃんのスキルを取ったら完成になりそう。勝ち越せかな、ランク上げちょきたい。集中。日本一の夢に向かって。えいしょ。勝利のこの調整はバッチリですね。あとは本番で。ねえ、直線交差欲しい。ねえ、そうね、和光さんね、賢さ C にはなったよ、 C にはなったよ。よいしょ。有力な馬娘の一人。出走。ねえ、マリアさんね、根性が足りんのよ。エルちゃんの声。ね、日本の総大将の出陣じゃん。いや、エルちゃんのね、ストーリー知っとるとね、すごい。まだまだ。ねえ、すごい。エルちゃんもね、ああやって自分に奮い立たせとるもんね。負けちょれんね、スペちゃんも。はい。ねえ、ラビニさんね。くそ。そうね。2着以下じゃったら目覚まし使えるもん。まるちゃんも同じような状況。一緒に頑張ろう。注目の2番人気。16番。はい、スペシャルウィーク18番。石山ゾン、ね、8番人気です。2番エアグルーヴ、6番人気です。1番人気は4番エルちゃん、ルコンドルパサー、4番ウォッカちゃん、また5番ウォッカ、7番12番、ね、ウォッカちゃんも油断できんね。レースに気持ちが向いていないですね。8番ね、夜空さんね、ワクワクする。レースに気持ちが向いていないですね。ねえ、ワコさん、いや、負ける気せんよ、負ける気せんよ。18番人気、9番7番人気は、ね、オペラ王ちゃん。テイエムオペラ王。13番人気、ね、信じる信じる。3番人気は、テイエムオちゃん。13番東海帝王。会長。5番人気は15番シンボリルラス。ダブル会長じゃね。2番人気は16番スペシャルウィ
ゆるっとさんお帰りなさい。今ね、すごい調子が良いの。やっちゃ外枠。ね、エルちゃん対スペちゃん。ね、ダブル会長もおるし、すごいレースになりそう。勝負勝負。いきます。ゆるとさんね、すごい2つの取れたっぽいの嬉しい。世界の馬娘が栄光を求め、ジャパンカップの府中に集う。日本勢は対抗できるのか。このレース最も人気を集めているのはエルコンドルパサー、1番人気です。人気と実力を兼ね備えた東海帝王、今日は3番人気です。さあ2番人気はこの子、秋の三冠馬娘スペシャルウィーク、真っ向勝負に注目だ。真っ向勝負、連覇に挑みます。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは6番ヒシアマゾン、8番期待通りの結果を出せるか。1番人気エルコンドルパサー、6番体調に飛ばしていきます。さあ花に立ったのは6番、このままリードすることができるか。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は6番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは7番、その後3、4馬身開いて、マエストロ、マエストロ並びかけてきた。後ろエアグルーヴ、外を回ります、ヒシアマゾン、その内並んでエルコンドルパサー、外東海帝王、内から内から TM オペラを2馬身3馬身開いてスペシャルウィーク、さらにはウォッカ1馬身離れてジンボリルドルフ、ね、後ろ3番12番外から行く、少し離れて17番、向こう上面に入って先頭からしんがりまで、ねえタッキーさんね、ほんとね、ほんとね、先頭は相変わらず7番、続きました6番、3番手には9番、8番並びかけてきた。5番手にエアグルーヴ、内でヒシアマゾン、ね、すごい位置取りは用意するか。外には10番馬力、登山家スペシャルウィーク、登山家10番馬力、その後3、4馬身開いてジンボリルドルフ、その後から12番、外で14番、エルちゃんの残り1000馬身、マイルドとめちゃめちゃ強いから、ねえエルちゃんのスキルもすごい発動したら強いよね。最高峰だ。7番先頭進みますが、これは正解でしょうか。ケヤキ超える、ケヤキ超える、大欅を越え4コーナーへ、互いにシューティングスター、これは直線勝負になるか。9番ここで抜け出した。先頭を伺うのは7番エルコンドルパーサー、大外回り、いっけー。さあ最終コーナーを曲がって1番じゃヤスペちゃんが、いっけー、青春天下、青春天下、勝利への子だ、勝利への子だ、シンボリルドルフ、マッキク会長さん、にゃ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 、うん、すばらしい、見事な勝利です。やったー、スペシャルウィーク、ナミール資格を返り討ち、圧巻の勝利だ。2着シンボリルドルフ、3着みんなおめでとう、ありがとう。やったー、1番です。やったー、1番。ねえゆるとさんおめでとう、ありがとう。ねえフィルさん、ナイス優秀、優秀、うちのスペちゃん優秀、みんなのスペちゃん超優秀、にゃー、みんなパチパチありがとう。レジェンド行きたい、レジェンド行きたい。うわー、ねえぶっちぎりだったね、スペちゃん。ねえスカーレットニードルさんね、ねえ、なしてこんな感じになってしまったんだ。ねえついついね、うなってしまうね、本当に。ねえ会長ヒヤヒヤした、本当に。ねえタヌポンさんね、日本総大賞じゃん。悔しさを奥歯にしまいって、すごい言い回しがすごく好き。
ね、たたえ合いのアクション。ブエノブエノ、うん、友情じゃね、すごい。帰り道でのこと。これはグラスちゃんの匂い。こんにちは。ねえ、マリアさんね、そうなの、そうなの。ほいなのにほいなのに。なんか知らんけど、レースの、あの辺だとあの声出るね。そうだよ、そうだよ、ゾラさん。ねえ、ほんとね、タッキーさん、会長さん怖かった。ねえ、ユルトさんね、うちもエルちゃんのこういうところほんとに好き。ええ。あの。なっちゃった。ねえ、なぎなた持って待っちゃったんかな。ねえ、グラスちゃんもね、すごい、エルちゃんのね、強さ、ようすっちゃるもんね。お願いいたします。ねえ、プロレスの次はね、すごい、時代劇じゃねえ、次は。チャンバラ勝負。ねえ、そう、グラスちゃん、なぎなたじゃもん。はい。決戦の、バトルフィールドは、有馬記念。行きます。はい。ねえ、タネポンさんね、友情、努力、勝利の後、友情。少年漫画じゃね、ほんとに。ねえ、第2ラウンド。怪物グラスワンダーを相手に、有馬記念へと挑むことに。ねえ、マリアさんね、ついついじゃね、すごい。あの、うちの目から見るとすごい、グラスちゃんのしぐるいフィルターかかんちょるね。本館距離丸。はい、目標達成。ね、マルゼンスキーの孫 VS、マルゼンスキー2世の対決。ねえ、マリアさんね。ね、努力、友情、勝利が嫌いな人なんておらんよね。ね、いねえよな。でも、有馬記念で一着。ねえ、あの、まさひろさんね、あの、この有馬記念はね、万全のグラスちゃんで来てほしいね。ね、入っちょるね、ほんとに。はい。インテル入っちょる。トレーナーさん。昼下がりの恩返し。伝説のレースね。有馬記念 VS 鎌倉武士、デュエルスタンバイ。なになに？商店街のイベント？はい、老夫婦がテーブルに熱々の山盛り料理を次々と並べていく。なんでなんでこれ。お店の宣伝に協力することに。それで。ねえ、マリアさんね、グラスちゃんの育成もすごい面白いよね、すごい。ねえ、あの、グラスちゃんのね、すごい、あの、ストイックさがすごい光る感じで、うちもあの、青春杯楽しかったね。なるほど、そういうことね。
うちはてっきりグラスちゃんに当てられて、で、有馬記念に向けて頑張って練習しとると思っちゃったのに。はい。大口注文。ねえ、和光さんね、すごい。下町って感じだよね、すごい。おいしそうだべ。いやー、こういうプラモーションっていうの、こういうの宣伝すごいね。すごい目を引きそうじゃね、本当に。レナさん、ね、うちもあれじゃもん、孤独のグルメ見ちゃったらお腹空いてくるもんね。あれのね、実演じゃもんね、ね、ライブパフォーマンスじゃん。お願いします。アドバイス。あー、食べることを楽しもう。ねえ、ゆるとさん、ね、本当あとね、九州の方のね、別の商店街の人もすごい良かったの、九州の人たちも、わざわざね、応援に来てくれたりとか、すごい良かったんよ。にゃにゃにゃ。何も言うことは、ない。ね、自分を信じていつも通り食べれば大丈夫。ふむふむ。ねえ、ゼルクさんね、アマゾンになりそう。はい。ありがとうございます。いただきます。いただきます。ねえ、まさひろさんね、ねえちゃんの人気すごいもんね、本当にアイドル。なまら美味しいべ。ねえ、ゆるとさんね、ねえちゃんかわいいよね、うちもおっしゃる。大成功。ペースキープ。よーし、けっぱるべー。けっぱるべー、最後の練習になりそう。83円直線校舎まで70円。強くなったっす。これが最後の練習、これが最後の練習。炎症 お願いします。クラスちゃんを対抗するための作戦会議。ねえ、悪趣味な風さんね、もぐもぐパクパクに進化。ねえ、そうなの、スカーレットニードルさんね、どんどん増えるね、どんどん増えるね。いやー、グラスちゃん強そう。どうしたんね、トレーナーさん。え、会議するの。あらららら。ねえ、ゆるとさんね。ねえ、めんこいこばっかりじゃね、ほんとに。いやー、プレッシャー。今日の分のメニューも終えたところ、あんまりやりすぎるとオーバーワークになっちゃう。ねえ。嫌です。まだまだ。でも、もう次の日レース写真。車道に飛び出すのと同じ。確かに馬娘に跳ねられてしまう人とかおりそう。あ、有馬の
だったもんね、タネポンさんね、QRA ファイナルズ、あれよるね。そこでね、すごいあの、根性と賢さ上げられたらよいなぁ。うぬにょ。なんで。ねえ、ウマ娘専用例あったね、アニメですごい。ゼルクさん、天王ちゃんとネイジちゃんの関係性、わかるー、すごいわかる。めっちゃ良いよね、すごいわかる。いやー、和光さん、大怪我しちゃう。ねえ、すごい。ねえ、会議じゃ会議。やっぱり心配で不安で胸がはち切れそうなんよね。ごめんなさい。チームカノープス、チームカノープス好き、うちもね。グラスちゃんがすごいからね。そう、わかるね。すごい人が出てきたらね、なんかもう、がむしゃらになんかしとらんと気持ちが落ち着かんくなるね。ね、漫画みたいにポーンってあの、跳ね飛べす、ね。跳ね飛ばされちゃいそう。そんなにジュンさんすごい。ね、大怪我しちゃうね。ウマ娘スターティングゲート。え、そんなのあるんじゃん。ね、あの、すごい、ネイジちゃんもね、すごい、天王ちゃんに、いいな、いいなって言っとるけど、すごい。天王ちゃんもネイジちゃんのことすごいね、意識しとるのがすごい好き。ね、本気じゃからこそね、そう。ねえ、スカーレットニードルさんにお茶の、序盤のね、帝王ちゃんがの、抜けたレースをね、すごい、ねえ、ちゃちゃんが一生懸命走っとる、あそこでも落ちたね、すごい。なんで？ね。これまでのレースがすごいね、スペちゃんのね。ね、実力ちゃんと裏付けしとるし、うち、ねえ、負けるとも思わんね、ほんとに。そうそう。そうじゃね、そうじゃね。ねえ、そう、日本ダービーもすごい、走りちゃった。サツキ賞はね、サツキ賞のこと。じゃけど、じゃけど。あ、夢をかけるのか、しょうちゃんのね。ねえ、すごい、あれも良いよね。そうなんよね、ジノさんね。ウンスちゃんとか、キングちゃんとかね、そう。エルちゃんと来てね、そう。ここまでね、いろいろ背負い込んじるから、もう負けれんね。ね、天皇賞春だって素晴らしかったね。さつき賞は。うん、じゃけど。ね、じゃからね、有馬記念だって大丈夫。トレーナーさん。ね、最初からずっと。あれ、なんじゃったっけ、モブちゃんに負けちゃった。レースサツキじゃなく、出走しなかったっけ、そうだったっけ、そうだったっけ。じゃあ出走してなかったってことにしとくか。ね、ジャパンカップの総、
鼻血でかい日ね。お馬さんの鼻血は危険じゃからね。振り付けにアドリブ入れるだけの余裕がある説。しぼ。ねえ、スカーレットニードル。いや、ネイチャちゃんは全力でね、もちろん走っとるし、ね、ね、アドリブを入れられるのも、ねえ、すごい。ネイチャちゃんだからできるね。そうなの、ゆるっとさんね、そうなのよ。勝つ人と負ける人が出ちゃうんよ。はい。ね。ね、ほんと姉ちゃんちゃんはほんとずっこいね、すごい。かわよいね。有馬記念の直前。緊張が高まる中迎えたクリスマス。いやーもうこんなの落ちちゃったらもうずらしちゃいそう。アニマ記念が終わった後に改めてクリスマスしたいぐらいの気分じゃね。メリークリスマス。ねえ、ゆるとさんね、ほんとすごいと思う。ほんとにすごいと思う。ねえ。メリークリスマス。人参ケーキ。ありがとうございます。ねえ、スペちゃんありがとう。ねえ、すごい、嬉しかー。ねえ、そうそう、賞金出るもんね。ねえ、そう、ワクワさんね、そこまでロマンチックに行けたらもう最高じゃねえ。ねえ、メリー当たります。負けません。ね、メリークリスマス。ねえ、マリアさんね、ほんとほんとすごい。仲良くなれて良い感じ。ね、この時間もレースに持っていこう。はい。いやー、すごい。でも毎回ね、すごいここの飾り付けさがこっちょってから、ほんとに素敵じゃねえ。ね、ワクワさん、そうなの？ね、今年はね、すごい、クリスマス、ね、クリスマスにしたいの？ね、夜空さんね、ほんと、ね、一生懸命走るネイチャちゃんが好きじゃねえ。ね、そうね、すごい。この世界線のトレーナーさんは言い回しがオシャレじゃねえ、ほんとに。クリスマスプレゼント、確かに。このトレーナーさんもらってばっかりじゃん。トレーナーさん。クリスマスらしいこと。ねえ、ワクワさんね、しようしよう。どうしよう。ねえ、それからそれから。思いつくこと全部やる。はい。決戦直前の良い息抜きになった。レベル3。メイリ、メイリ苦しみます。タヌポンさんすごい、いや、メリーまで入れてすごい大変なワードになっちゃるね。早く早くレースがしたいです。今だ、レベル3。思いっきり力が出せます。ねえ、貯金、貯金、貯金。秋馬娘。よいしょ。日本一の夢に向かって、出走。全力疾走してきますね。
ね、姉ちゃんの育成ストーリー本当にすごかったもんね、夜空さんね、これラブコメじゃったもん。よいしょ、有馬記念。うーん、有力な娘の祈り。にゅ。しゃっそー。いよいよ迎えた有馬記念の朝。おはよう。おはようございます。ねえ、まさひろさんね、そう。うん。負けないよ。見せます。頂点の座をかけて勝負。カフェちゃんのクリスマスイベントねえ、姉ちゃんちゃんね、そうギャルゲーねえ、すごい好感度ゲージがないのが不思議なぐらいじゃね。あ、ゆるっとさんね、あの、URL とか青春やってみてすごい、みんなね、すごい、いろんな一面が見れて楽しいが。ねえ、そう、マリアさんで、そうそうそう。商店街の人もみんなお祝いしちゃったね、あれ。行ってきます。注目の2番人気、8番、スペシャルウィーク。1番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。暴走作みたい、メリークリスマス。9番ナイスネイト。6番に噂をすればネイチちゃん、いい感じに気合が乗っていますね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。ね、タッキンさんね、ユリもね、だいぶオッケーオッケー。ねえ、見てほしい、本当にゆるとさんね、すごい姉ちゃんすごいかまよいよ。7番人気、10番ねえ、まさひろさんね、そうそうそう、かまよいよね。ちょっと厳しいメンバーですが、健闘を期待したいですね。3番人気、11番ナリタブライア。12番人気、13番。4番人気はオペラ王ちゃん、 TM オペラ王。1番人気は16番グラスワンダ。パドックでも注目を集める素晴らしい仕上がりですね。この子の鋭い差し足が炸裂するか、末足持っちゃる。1番エイシンフラッシュ。5番人気です。3番10番人気です。4番16番人気。我が波動ちゃん来ちょる。結果を残すのは難しいかもしれませんが、経験を糧にしてほしいですね。どうなるじゃろう。15番人気です。8番人気は7番。実力は引けを取りません。2番人気は8番。もういじゃん、もういじゃん。レース、人気こそ譲りましたが、勝負勝負。実は負けていませんよ。けっぱれー。あ、ほんと、そうなんじゃん。あ、メケロニットさんいらっしゃい。ね、ファイト頑張る。まさひろさんもありがとう。ね、メンバーがすごい強いぞ。にゃにゃにゃ、勝負。姉ちゃんとお隣じゃん。真ん中、うまいこと自撮りできるとええんじゃけど、ね、スペちゃんファイトをタヌポンさんありがとう。シャッソー。行きます。ね、あ、タッキーさん、それ本当にあるタイトルなんじゃん。すごいね。けっぱれー。ねえ、怪物が渋滞中。中山芝 2500m。 年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬記念。あなたの夢、私の夢は叶うのか。このレース最も人気を集めているのはグラスワンダー、1番人気です。3番人気はこの子です、成田ブライアン。さあ2番人気はこの子、秋の三冠馬娘。スペシャルウィーク、真っ向勝負に注目だ。秋の三冠馬娘、各馬娘ゲートに入って体勢整いました。にゅー、今スタートが切れました。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。高レースが期待できそうです。わー、夜空さん、スーパーちゃんありがとう。スペイン日本総大社の力を見せるとき、ね、ありがとう。もう負けられん、これ。
3番外手、4番ここまで来たら負けられんか。5番少し後ろからスーパースペちゃん頑張ってみんな応援するよ。スタンドの大歓声に迎えられながら馬娘たちが走り抜ける。そしてその内を回って一人大丈夫かいね。フラッシュ一馬審査14番内でスペシャルウィーク、少し後ろから12番、そしてその外を回って13番、後方2番手に TM オペラ王グラスワンダー、なんと最後方の内取りとなってしまいました。さあ1コーナーから2コーナーに、ね、ゆるっとさんね、この音楽すごいハラハラドキドキする。依然先頭は2番後ろすぎる。それを見るように4番、にゃーその後7番エアグルーヴ、スペちゃん大丈夫、ちょっとスーパークリーク、その外並んでラリタブルーヴ、スペちゃん14番、さらに TM オペラ、どうしたのどうしたの、並んでくる。そしてその後ろから行くのは13番、少し離れてナイスネイチャー、向こう正面に入って先頭は2番、集団が一つにまとまって混戦状態です。いやースペちゃん頑張ってお願い、残り 1000m を通過。どうしたんねどうしたんね。続きました3番、3番手には4番、さらにはスーパークリークエアグルーヴ、クイソーどうしたのどうしたの、並んできた。さらに内から7番、その外並んで TM オペラ王グラスワンダー、この位置につけています。内から14番下がなくナイスネイチャー、そしてその後方には12番スペちゃん、第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に、シューティングスターリングで詰める、お願いお願い、車の直線は短いぞ、お願いスペちゃんお願い、上がってまいりました。お願いスペちゃん、スペシャルウィーク残り200、お願い、足色は衰えない、いっけーにゃー、1着でゴールイン、実力をいかなく発揮しレースを制した、夢のグランプリを制したのはグラスワンダー、年末最後の大一番を制し栄光のセンターの座を手に入れた。2着にはスペシャルウィーク、3着 TM オペラ、7番スペシャルウィーク、次立て画面する、1番に太さ譲りましたが素質は負けませんよ、空気読んでほしい、フォークの鋭い差し足が炸裂するか、ねえ潤さんね、今のすごかったね、リップねえもう一回見てもよかったぐらいすごい、ね、にゃーすごいごぼう抜けしょったからね、あそこからすごい頑張れちょったらすごい、いやでもグラスちゃん強かった、ねえ、まさひろさんね、もうちょっと前じゃったらね、もしかしたら。ねえ、そうじゃねえ、もしかしたらじゃったね、ほんとに。ねえ、出走。ねえ、ありまきねえ。ねえ、グラスちゃんが強いパターンだよ、ほんとに。振り巻きねん、ゆめ中山芝 2500m、 年末の中山で争われる夢のグランプリ有馬、有馬記念、今スタートが切られました、はい、馬娘綺麗なスタートを切りました、みんな集中してましたね、好レースが期待できそうです、先行争いは5番、10番、3番、期待通りの結果が出るか、なんであれに下がってしまったんだろう、部長とかで取る感じじゃなかったのにね、早くも先頭に躍り出た、先頭から大きく離されて2番手は3番、下がなく10番、少し離れて4番、下がなくエアグルー、すぐに続いて成田ブライア、さらに外からスーパークリーク、1個目のホームストレッチです、12番追走、グラスワンダーここにいた、2馬身離れてスペシャルウィーク、それを見るように6番、チュンさんフライングおめでとう、ありがとう、その外並んで TM オペラを少し離れて、あグラスちゃんの勝ちじゃねえ、強いな、1番、2番、最高峰からのレースになりました、5番、先頭をキープ、これは面白い展開だ、このまま進みますか、これは大胆な作戦、完全に予想外でした、第1コーナー回って第2コーナー、あーなどうしてどうしてどうして
5番、続きましたエアグルーヴ、その後ろに3番、さらには4番スーパーフリーズ、続いているマエストロ、その内側で成田ブライアン、一馬審査6番テイエムオペラ王、並んできた、その後ろに10番ナイスネイチャー、並んできた、それを見るようにスペシャルウィーク、外を回るスペちゃんどこ、あ、おるおるおる、入って先頭からしんがりまでおよそ8馬身、依然として、ね、今度こそぶち抜いてほしい、キュッパレ、それを見るように成田ブライアン、残り 1000m を通過、内エアグルーヴ、5番手にスーパーフリーク、差がなくテイエムオペラ王、外目をついて6番、それを見るように4番、少し後ろからナイスネイチャー、グラスワンダー、続いている、少し後ろからスペシャルウィーク、ね、外から行く、エイシングフラッシュ、外目をついて1番、さらには10番、外2番、最後方ポツンと1人、12番、第4コーナーカーブ、馬娘たちがどう動くか目が離せません、まだ先頭は動かない、ニニニニ、こっから争いになるのか、中山の直線は短いぞ、夢に向かって駆け抜けます、いっけー、内から仕掛けたのはスペシャルウィーク、スペシャルウィークまくって上がってくる、残り2着、いっけー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 、やだ、ちょっとちょっとどっち行った、夢のグランプリを制したのはスペシャルウィーク、年末最後の大一番を制し、栄光のサンタの座を手に入れた、2着はテイエムオペラ王、3着はグラスワンダー、やっちゃおう、やったー、一番です、みんなありがとう、いやー悔しかった、本当に首さん、レジェンド、ねえみんなありがとう、ねえ夜空さん本当にありがとうね、すごい、よいしょ、だいぶ見る、ねえ今じゃもうちょい欲しいね、そうそうそう、ねえ大接戦じゃったね、本当にあとは、直線、後者取る、直線後者取る、エクリアさんありがとう、ね、中盤スキル取らんといけんね、これ後半のスキルはもういっぱい取れとる、ね、ネクフル2回目、ねえ大接戦がゴーンじゃった、オペラオちゃんかっこいい、全員ボスボイスありよるこれ、ほんとじゃん、すごい、ゆりこさん、ほんとに、すごい似合うと思うね、いやー、すごい、ここは生でライブみたいな熱気がすごそうじゃね、わーすごーい、やっちゃーん、ねえマリアさんね、今回のアリバーすごい、ほんとにハラハラしたよ、
ね、すごい。オペラ王ちゃんの衣装がすごい似合うけね。テンション上がるじゃろうね、それすごい。ねえ、スペちゃんおめでとう。うん、みんなパチパチありがとね、ほんとに。夜空さんありがとね、ちょっと2回目になってしまったけどね、すごい。ねえ、勝てたね、ようやく。あやさんありがとう。そう言ってもらえたら嬉しいよ、すごい。おめでとうございます。ジュンさん、ほんまに？ねえ、くしみの風さんでしょ。こっから ULA ファイナルスじゃよ。ミークちゃんがおる、ミークちゃんが。トレーナーさん、よかったね。いや、トレーナーさんだけじゃないよ。ここで応援してくれちゃるね。夜勤帯のね、リスナーのみんながおったおかげじゃね、ほんとに。始まっちゃう。よいしょ、直線交渉。日本一の夢に向かってね、本番始めるね。よいしょ、シュッソー。注目の一番人気16番ね、24時には終わりそうじゃね。仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。10番人気は2番、3番、ちゃちゃん、ナイスネーチャー、5番人気です。8番人気は4番、ウイニングチケット、13番人気は6番、7番人気、7番、スズカちゃん、8番、サイレンス鈴鹿、2番人気です。大気サトルちゃんもおる。10番、大気シャトルね、そうじゃね、マリアさんね。11番、当選上段ちゃん、当選3番人気です。12番人気は15番、ちょっと元気がないですね。注目の1番人気、はい、16番、せっそスペシャルウィーク。これ以上ない仕上がりですね。長く、はい、あ、マリアさん、そうなんじゃん。お昼にならんと、0時じゃないの？ 12 時って書いちゃったのに。一番外枠。はい、出走。ねえ、そう、決勝で走りたかった。なんか、いきなりいいカードがいっぱい来ちゃる。ねえ。12時なのに12時じゃないの？ 12 時なのに12時じゃないの？納得いかない。行きます。
すぐに見れると思っちゃったのに。ファイナルズ予選。あ、ジュンさんね、ありがとう。ね、すごい。いい配信できるように頑張るが。予選、16人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気は当選上段。この評価は少し不満か。2番人気はこの子。もうあと13時間。今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。秋の三冠馬娘スペシャルウィーク1番人気です。私が一番期待している馬娘、ね、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘揃ってきれいなスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。そうじゃね、ゆるとさんね、そうね、この2人競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気先頭を行ったのはサイレンス・ジスカ。続いて11番激しい先頭争い。1コーナーからそして2コーナーに向かっていきます。そうね、朝の持ちね。会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはサイレンス・ジスカ。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは11番マエストロ。2馬身3馬身開いて13番待機シャトル。4番手1馬身3うちのスペちゃんどこ。そのうち並んで5番少し後ろから14番、そしてそのうち岩早秀。2コーナー回って向こう正面順位を振り返っています。うちのスペちゃんどこ見えない。サイレンス鈴鹿続きました。11番、その後ろに待機シャトル。1馬身離れて13番、すぐに続いて5番、見えた見えた見えた、おるおるおる。当選上段少し後ろから岩早秀。あとは15番スペシャルウィーク、この位置につけています。そのうち並んで6番、それを見るようにウイニングチケット。そしてその外から行ったのはナイスネイチャー。そしてそのうちから行ったのはメジロライアン。うちに入っちゃる。2番、第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート、一気にレース、夢に向かって駆け抜けます。ね、うちにおらんといいけど。タイムシェブル、ここで抜け。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ1馬身以上の差があると、ここから捉えることができるのか。さあ上から坂、2側の舞台はこれから坂がある。うちのスペちゃん勝つ勝つ。もう1回目抜け出した。残り2回目いけー。直線コース、リードは2馬身。これはすごい、素晴らしい。スペシャルウィーク、見事な走りで勝利を収めました。スペシャルウィーク URA ファイナルズ予選を制した、ね、大勝利。2着には当選上段、3着に入ったのはナイスデイジャー。余裕、はあ、やったー。ねえマリアさんありがとう。ねえユレットさんもありがとう。ヨズラさんもコナユ、ゴナユさんもありがとう。ジュンさん、オミありがとう。まずはね、第一章。ニャンコさんもありがとね。マリアさんもありがとうじゃよ。ね、ネイトちゃんも手振っちゃった。はい、準決勝。強くなった姿、早くお母ちゃんに見せて。ネイトちゃん3着じゃったからね。よいしょ。おぉ。あ、ビートワルさんいらっしゃい、コンムイ。光ってるからどうしても行きたい、こっちに。もうこっち。お願いします。早く早くレースがしたいです。今なら思いっきり力が出せます。三着以内じゃと手振るんね。ねえピントワルさんありがとう。ねえワコさんね、そう夢に向かって全力疾走してきますね。次の最後の時は根性踏みたい。そうなんじゃ、みんなそれぞれ個性があるんじゃね。すごい面白いね、すごい馬娘。ね、難しいと言われてる準決勝。勝負勝負。実力は引けを取りません。2番人気は1番スペシャルウィーク、勝ちは十分に狙える3番人気。3番アグネス咲き。5番人気は5番桜爆心王。7番13番人気中央なめなめさん。シンボリルドロップ1番人気です。10番、12番人気です。6番人気は12番セイウンスカイ。14番人気は14番
9番人気は16番、4番人気は17番、ダイワスカー。マメさん、マーベルス積んでたの、そんな感じ？スピードも700ね、欲しいよ。なんでポンさんの言う通り。18番、成田大使。配信ちゃん。7番人気、注目の2番人気、1番、スペシャルウィーク。一番人気こそ譲りましたが、素質は負けていませんよ。芝のコース。あ、ウララちゃんもそうなんじゃん。で、まさかのバクシンちゃん出走じゃよ。一番内枠。いやー、会長さんに一番取られちょる。ねえ、相手が強い。準決勝が一番難しいって聞くが？いけそう。ねえ、そう、だんだん相手強なりよる。美しい青空が広がる中山レース場。ターフも絶好の両馬場になりました。両馬場。名勝負になる舞台は整いましたね。このレース最も人気を集めているのはジンボリルドルフ。1番人気です。ね、3番人気はアグネスタキオ。さあ2番人気はこの子。ハマリアさんありがとう。3冠馬娘スペシャルウィーク。真っ向勝負に注目だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。真っ向勝負に注目。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。勝負スタートです。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。期待通りの結果を出せるか。1番人気ジンボリルドルフ。先行のバクシンちゃん会長に飛ばしていきます。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。うん、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、ね、まさひろさんありがとうね。頑張る。第1コーナー回って第2コーナー花を奪っていくのはセイウンスカイ。続きました14番セイウンスカイと14番、序盤からやり合っています。ハイペースで流れる展開もありえますね。依然先頭はセイウンスカイ。続いて14番13番3番手ダイワスカーレット。4番手内の方からアグネスターキオ。一馬審査15番内から行く。4番外で11番オグリキャップ。おーすごい。さらには桜バシンゴ。一馬審査スペシャルウィーク、それを見るように8番ジンボリルドルフ、ここにいた。そしてその内から行ったのは7番、外には成田大使。二馬審査16番、後方2番手に10番、2番最後方からのレースになりました。セイウンスカイ戦争を進めますが、これは正解でしょうか。セイウンスカイ彼女の客室には合っていますね。先頭セイウンスカイ直線も短いね。ゆるとさんね、そう何でしょう。実況の人も言うちょる。スカーレットそれを見るようにアグネスターキオ。一馬身離れて4番、ね、少し離れて。もうそろそろ前に来てほしい。向かって駆け抜けます。トップを通りました、はい、桜爆心号。少し後ろからスペシャルウィークジンボリルドルフ。ここにいた。こっからね、こっから。コーナーを進んで直線に向かう。いやー、ダスカちゃんに追いつけるかいね。最後の直線へと駆けていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。中山の直線が短いと後ろの子たちは間に合うか。まだ差がある。いやー、差がある。追いつけられないね。200を通過。先頭は以前ダイワスカーレット。勝利のこと。いっけー、いっけー、やったー、すごい。差し切ってゴール。スペシャルウィーク URA ファイナルズ準決勝を制しました。頂点まであと一つ。決勝へと駒を進めた。2着はダイワスカーレット、3着はシンボリルドルフ。やったー、みんなありがとう。ねえ、次決勝じゃ。決勝レジェンド、レジェンド、はい。ねえ、大接戦ドボンじゃった。ねえ、このユーザーあと一緒、あと一緒。すみません。すみの、はい、欲もない。早く早くレースがしたいです。スキルね、あと一戦。ごめんね、そう、最後
後じゃからちょっとね、さ、リカバリー期間からちょっと怖いからもう賢さに逃げた。直線回復、でも回復結構持っちょるが。逃げ、先行。あんまり良いスキルある感じせんが。ねえ、70は外れて30は必中の世界。こん、一本一の距離。根幹距離取る。ねえ、緑スキルもあるよね。根幹距離取る。根幹距離取る。はい。早く、おいでおいで。ラストでね、そう。今なら思いっきり力が。うにゃばってん。瞬走。注目の一番人気。ねえ、そう、マリアさんね、そう。スペシャルウィーク。これ以上ね、なんかね、もうカーソル合わせた時になんかもう嫌な感じしたね。いいものを持っていますね。4番人気は2番アイヌス風神、15番人気4番、5番スマーボンファイヤー、18番人気6番、2番人気は8番天王東海帝王、勝ちは15に狙える3番人気9番日本ブルー、8番人気は10番ありがとうね、頑張るよマリアさんもありがとう、最後頑張る。検討を期待したいですね。メカニカルベイビー。9番人気は11番、13番メジロマックイーン、7番人気です、14番、13番人気。未来からのね、フライングウェイありがとさよ。もうこれ絶対マピオイセントいけんくなったが。気をつけたいですね、ミークちゃん。メンタル面の成長が欲しいです。17番ゴルスちゃん、ゴールドシル5番人気です、注目の1番人気、18番、スペシャルウィーク。ね、リボンちゃん、お金、本当に。私、一押しの馬娘ですね。はい。この子の鋭い差し足が炸裂するか。マリアさんも、もう未来に行っとる。みんなの未来に追いつかんと。あ、でもすごい、一番外枠最強ポジション。あとは、ブレボンちゃんとマックちゃんじゃね。勝負勝負。けっぱれ。いきます。ねえ、ラストラン。ねえ、そう、ゴルスちゃんもビンじゃった。あ、トリカルさんいらっしゃい。遊びに来てくれてありがとう。ねえ、うまくいしたい。空が広がる中山レース場、天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気にはミホノブルボン、2番人気を紹介しましょう、東海帝王。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、秋の三冠馬娘スペシャルウィーク一番人気です。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。タヌポーさん、ありがとうね。スペシャルに頑張ってほしい。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。どうしたらどうしたら、アイヌス風神とミホノブルボン、この二人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。すごい、いっぱいスキル発動する。アイヌス風神、会長に飛ばしていきます。さあ、花に立ったのはアイヌス風神。このままリードすることができるか。1コーナーからそして2コーナーへ向かっていきます。先頭を行ったのはアイリス風神。いやー、すごい、ここのアングルすごいかっこいい。マエストロ、それを見るようにメジロマックイーン、東海帝王。ねえ、最高の走りしてる。あ、すごい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 、スピン上がっとるよ。12番スペシャルウィーク、この位置につけています。内を回ります。11番外からゴールドシップ、その後からハッピーウィーク、内から5番、マチカネ福来たる、並びかけてきた。向こう上に、ねえ、マリアさんね、そうそうそう、すごいよよね。順位を振り返っていきます。あ、すごい追い上げちゃう。大丈夫かい、ね、なんかペース上がっとるけどかかってないかね。大丈夫、スペシャルウィーク、すぐに続いて東海帝王。マピオイミルンちゃん、ゴールドシップ追走。そのうちで7番一馬身離れて、14番さらに外ハッピーウィーク、さらに4番少し離れて、12番ちゃんね、ラストラン頑張ってる。青春天下シューティングスター。内から来るか外から来るか、最後の局面です。ゴルスちゃんも来てる。ねえ、どうにゃー。
ありがとう。やっちゃう。ゴルスちゃんとマックちゃん。はい。見る、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 うまぴょーい。ねえ、ゆるっとさんありがとう。デルクさんもありがとう。
むちゃんこ嬉しい。大器晩成の方が取りやすい。いや、松たんちゃんやってみたいじゃん。ねえ、ゆるっとさんね、すごいバーベキューいっぱいしたくなったね、大器ちゃん。そうなんじゃ、マリアさん。ねえ、すごい。スペちゃんの人、おしゃれじゃねえ。ねえ、ヨズラさんね、そう、すっきり。お待ちさんね、楽しみ。そうなんじゃ、タネポンさん。私服は中の人に似せちょる説。G1 を12回出走。ねえ、まるちゃんに、そう、ライアンちゃんもね、みたいの。迷子。いいえ。どうするね。どうしよう。ねえ、ジュンさんね、そう思う。ハニバネね、すごい来てほしい。ねえ、タッキーさん、そうそう、ダイヤちゃんもおるからね。飛行機の時間に間に合わない。やっほー。迷子な。ねえ、まさひろさんね、方向音痴発動。トレーナーさんも方向音痴だからフォローできんのよ。UR 映像と進出再現で、あらら、ねえ、バレちょる。ねえ、ゆるとさんね、ライアンちゃんやりたい。バレていら。まったく。電車だな。にゃーいやー、いつものみんなじゃん。いつものみんな。落ち着いていきましょう。よかった、間に合ったねえ、みんなのおかげ。みんなのおかげじゃね、ほんとに。はい。メダルゲームコラボ。そんなもんあるの？え、お土産いっぱい買う。ジンギスカンキャラメル食べる。ね、お友達にしてライバルじゃもんね。ジョインジョインターボ。方向音痴ね、すごい。自分を苦しめるだけのカードじゃね。はい。ねえ、スペちゃんかわよーい。ねえ、タッキーさんね、みんなが教えてくれた長距離とかね、そう、トロフィー、距離のトロフィー取りたい。ふるさとの匂い。ねえ、いいよいいよ、一緒に行こう。まるちゃんね、あとね、ミプレイはね、あとね、ウォッカちゃんも残っちょるし、あとクリークママ、スーパークリークも残っちょるでしょ。あとね、あとね、誰が残っちゃったかな。まだ結構残っちゃると思うよ。あ、うららちゃんも残っちゃる。ありがとうございます。トレーナーさん。ねえ、そう、和光さんにまだまだじゃよ、まだまだ。
乃ちゃんも俺ね、まやのちゃんも。ねえ、よう迷うね、ほんと。ねえ、大阪とかの東京の駅はダンジョン。うららちゃんさん、なんか、ねえ、そう、みんなからそう聞いちょるからさ、挑戦するのすごいおっくいなっちょる。ねえ、ゴルスちゃんもまだやっちょらん。ねえ、つやつやの馬娘。ねえ、すごい、嬉しい。ねえ、じゅんさんの、噛んで飛行機は一番危ないやつじゃねえ。電車とかの日じゃないぐらいぶっ飛びされてしまうが。ねえ、いっぱいあって迷うね、マリアさん、ほんとに。いっぱい、まだいっぱい遊べるね、ほんとに。あとね、キングちゃんのね、リベンジのこともありよるからね、そう。いやー、終わっちゃったね、アリマ地獄。うららちゃんのアリマすごい難しいって聞いたもん、すごい。でもさ、絶対勝ちたいね、そんな言われたら。ねえ、マリアさん、お疲れ様、すごい、うちも楽しかった。本館距離かな？いやー、どうしよう。思ったよりもスキル、ちょっと、回復スキルは取れちょるでしょ？パス上手で長距離多いから、これ、100人。ねえ、スタミナイーター、スタミナイーター。ねえ、これこれこれ。あ、マリアさん、あ、おやすみなさい。お疲れ様だよ。本当にありがとね、マリアさん。また遊びに来てね。バイバーイ。ねえ、短距離ダートじゃから長距離の芝。ねえ。いやー、くしみなかぜさんね。うららちゃんのアリマ絶対勝ちたい、それは。魔改造しないとアリマ走らせらんない。ねえ、じゅんさんね、ほんともう。両方 D スタート。いやー、なんとかすごい因子継承で、ねえ、なんとかならんかいね。ねえ、緑、緑。ねえ、下の方にはね、あんまりないの。下の方はね、逃げとかね、先行とかしかないの。ねえ、スカーレットニードルさんの言う通りね、緑取るのが正解だと思う。根幹距離と非根幹距離取るのって、効率悪いかな。一番外れがなさそうではあるんじゃけど。フリークを短距離&ダートにするぐらいの、魔改造。そんなに。ね、馬娘ってすごい長所を伸ばすのはすごい、ね、頑張ればできるけど、短所を埋めるのすごい大変なイメージじゃね。道はあるかな？あ、非根幹距離でも良いかね。あ、じゃあ、それにする。これにする。はい。ねえ、タッキーさんね、非根幹ねえさん。はい。育成完了。赤い石を引かんとダメ。赤い石。あ、ジュンさん。あ、ジュンさんね、明日はね、すごい、結構長丁場になると思うが。ね。
多分でも12時回っちゃうんじゃないかな。前回の尺を見ちょると。よかったら遊びに来てね。ね、21円はね、トレセン学園に寄付じゃね。はい、あー B プラスにゅー。あ、シーバー、シーバー、シバ的勢がやっちゃう。ねえ、明日楽しみ。ねえ、ムクロニットさんありがとう。はい、一員。トレーナーさんのおかげで成長できました。ね、ああ取れちゃらん。ニュー仕上がりウマ娘オールターフ。天皇賞、春秋連覇。ね。あ、うららの有馬はやり直しがない。ねえ。いやー。最高2着。ヒロさんで最高2着なの。ヒロさんが2着。にゃ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 。ねえ、クレアさんね、ちょっとまた次ね。育成頑張るときはお願いするかもしれん。あ、マリちゃんね、ありがとう。おやすみなさい。伝説の歌姫。ね、伝説の歌姫にする。ね、二着でもすごいよね。ケンチン。あ、ねえ、タッキーさんね。うん、そうする。はい。チーム編成。おお、でももうだいぶもう埋まっちょるだ。シンボリルドルフ、マイローカ。ちょっと待ってね。チェルシつけちゃく。よいしょ。あ、ゆるとさん、あ、ね、お休みして大丈夫じゃよ。もうあとね、終わりの挨拶ぐらいじゃから。ポツンと一人。いやー、絶対が、ねえ、にゃー、それ、一着取りたい。ね、ほいじゃ、ほいじゃ。あ、URA と青春だと4着が最高。そう、大変なんじゃな、ほんとに。あ、競技場設定？第5話。なんで夜って一緒に甘いものを食べたくないでしょ。ネタドラにウラちゃん入れれるように頑張る。人参が頭の中を踊ってくる、ね、そうね、ちょっと24時になるからちょっとね、タッキーさんの競技場っていうのもちょっとそうやりたいけど、ちょっとまたね、時間を取るから。あ、ゆるっとさんね、おやすみなさい、ありがとう。ちょっとね、またの練習とかね、そうそうそう。あ、ねえ、ヒロさんね、ちょっと、チーム編成もあるね、みんなと相談せんといけんね。ほいじゃ、ほいじゃ。ちょっと一旦これで、トレーナーさん終わろうと思うか。お知らせが届いてるみたいですよ。よいしょ。うまいね。あ、もううまいね、しとる。ほいじゃ、ほいじゃ、よいしょ。ここまで見てくださって
がとうございました。高評価とチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。今日みんなありがとうね。スペちゃんのね、二日目の育成配信ここで終わろうと思うが、あとはね、お名前呼びとかになると思うので、一区切りご挨拶だね。明日ね、そう、メインストーリーのね、後編のね、同時視聴をね、夜の8時から予定しちょるが、よかったらね、みんな遊びに来てね、待っちょるよ。ほいじゃん、みんなお疲れ様じゃね。ねえ、みんなでね、一緒にマピオミルズで本当によかった。お疲れ様じゃよ。おつむい。また明日ね。バイバーイ。よいしょ。はい。お名前呼びね、次行くね。よいしょ。フリーザ様。遊びに来てくれてありがとう。LP プルさん、遊びに来てくれてありがとう。ひなたパパさん、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。高橋美沙さん、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ウェイブ雪風さん、遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ヤヌイさんも遊びに来てくれてありがとう。イーグマッシュさんも遊びに来てくれてありがとう。崩壊惑星さんも遊びに来てくれてありがとう。ラクちゃんも遊びに来てくれてありがとう。アイカさんも遊びに来てくれてありがとうね。下月さんも遊びに来てくれてありがとう。旅ガラスさんも遊びに来てくれてありがとうね。ティーオルさんも遊びに来てくれてありがとう。アンさんも遊びに来てくれてありがとう。ラビニさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。フィルさんも遊びに来てくれてありがとう。アユさんも遊びに来てくれてありがとう。ピーとワルさんも遊びに来てくれてありがとう。佐野のにゃんこさんも遊びに来てくれてありがとう。ジュノさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。ゼルクさんも遊びに来てくれてありがとう。夜空さんも遊びに来てくれて本当にありがとうね。月の輪さんも遊びに来てくれてありがとう。マリアさんも遊びに来てくれてありがとう。ジュンさんも遊びに来てくれてありがとう。メクロニットさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。マルちゃんも遊びに来てくれてありがとう。ユレットさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。カバちゃんも遊びに来てくれてありがとう。マコウさんもいっぱい応援してくれてありがとう。お疲れ様じゃよ。悪趣味な風さんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。KBY さんも遊びに来てくれてありがとう。ヒロさんも遊びに来てくれてありがとう。ねえ、ヒロさんでも2着じゃからさ、すごい。ねえ、頑張ってね、すごい。うちもうららちゃんでね、すごい。1着取ってみたい。遊びに来てくれてありがとう。トリカラさんも遊びに来てくれてありがとう。マサヒロさんも遊びに来てくれてありがとうね。タヌポンさんも遊びに来てくれてありがとう。コナユンさんも遊びに来てくれてありがとう。スカーレットニードルさんも遊びに来てくれてありがとう。スカーレットニードルさん言うたよね。エクレアさんも遊びに来てくれてありがとう。タッキーさんも遊びに来てくれてありがとうじゃよ。オグリキャップ。でも、カッコ東海帝王って書いてる。オグリちゃんいらっしゃい。ね、
土手になります。すごいね、あの立派な目標ありがとう。じゃよ、遊びに来てくれてありがとうね。よいしょ。あ、ねえタッキーさんね、そうトロフィー、ちょっとトロフィーをちょっと見れる時間あるよね。ちょっとちょっと待って、よいしょ、トロフィールーム、EX かねこれ。トロフィー、なんじゃろう、 G2 か G3、 長距離トロフィー、ダートと長ねえ、 KBY さんレジェンドレース結構取れちょるでしょ。 G2 G3 EX、 クライマックス、あった距離のやつ、あよ上のところ、条件設定一番上の列、あ EX の一番上、あ、これね、これね、あ、あー、これね、これね、これね。ほんとじゃ、長距離取れちょらん、ほんとじゃ。確かにね、ファイナルスの長距離と、ダートはだから、それぐらいのレースいっぱい出て、あの、あれね。あ、思ったよりレジェンド取れててびっくり。ねえ、すごいじゃろ、すごいじゃろ。でもゴルスちゃんとか取れちょらんねえ、すごいピカピカねえ、みんなが言うちょっとの、ここね、ここね、すごいメイクラもね、早く埋めたいねえ、これ頑張る。はい、さっきマルゼンさんとお話できちゃったんです。やっぱり素敵な方ですね。ねえ、ダートと長距離頑張って取る。うららちゃん揃ってたら取れるねえ、まさひろさんね、じゃあうららちゃんの育成の時にね、トロフィーありまと合わせてダブルで取る。はい、ほいじゃほいじゃね、今日のねスペちゃんの育成2日目、ファイントロゴよいしょ、スペちゃんと優勝を目指すんじゃいの配信、ここで終わろうと思います。みんな夜遅くまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。はい、あ、そう、一番大事なの忘れちゃった。ね、ジュナさん、ジュノさん、ジュノさんね、あの、スパちゃんありがとう。マコーさんもね、チャーミー優勝のスパちゃん本当にありがとう。で、夜空さんね、すごい。スペちゃんの単勝にいっぱいあの、スパチャくれて本当にありがとう。ね、本当にあの、200万円分もらった気分じゃね、本当にありがとう。ね、日本総大社の力ね、すごい。見せれるとき見せれた気がする。本当にありがとう。ほいじゃほいじゃね。あ、ね、優秀の美で飾れて本当によかった。明日もね、配信やりよるから、ツイッターでね、告知すると思うけん、みんなよかったら遊びに来てね。みんなお疲れ様じゃよ。おやすみなさい。バイバーイ。おつむい。
みんなおやすみなさーい。